いしょ、今ちょっとカメラの調整中です。共有、ちょっとあの予定より早くライブ始まったんですけど、来てくれてありがとうございます。こんばんは、こんばんは。あれ、コメント、あ、見えた見えた見えた。あ、そっかそっか、ちょっと待ってくださいね、今ねまだ設定が慣れてなくて、ライブのしかも今日ちょっとこう横向き配信を試しております。大丈夫かな、なんかよいしょ、ちょっとね、横型配信の方が見える画角がね、大きいのでね。あれ、モニターが繋がってない、ちょっと待ってくださいね。ちょっと思ってたより早く始めちゃったので。あ、こんばんは、いつも見てます、聞こえてますよ、ありがとうございます。あ、よしよし、モニターにも映ったのでこれで始められる。今回はちょっと初めて横型配信に挑戦しております。昼間のライブありがとうございました。面談無事終わりました、お疲れ様でした。ね、お昼のライブね、本当超ゲリラだったのに来てくださった方々ありがとうございました。ね、私があまりにもね、お腹が空きすぎて、でも途中退場できないのでね、文具女子博ね、だいぶきついですね、あれね、うん、きつかったですあれ、これなんかコメントいただいたやつが消えちゃうんだけど、なんでだろう、コメントが残ってくれない。これで見えんのかな。いや、消えるよね、ふにゃーってなるよね。コメントがどうなんだろう、これチャット表示オプション、あ、すべてのチャット、これでいいのかな。お疲れ様でした、お疲れ様でした。本当に利き手が右手で、ずっとね、左手でこの荷物を持ってたんですよ。で、右手でね、物色してたので、左手がね、なんか筋肉痛っていうか、なんだろう、なんか神経痛みたいになって、今めちゃくちゃしびれてるんですよ。これはきつい、もうやっぱりね、文房具重たいですね。うん、ちょっとね、予定より1時間早めにね、告知してたよりも1時間早めに今ライブ配信開始してるので、あ、Hello friend! Hi, thank you for coming! ね、ゆっくり文具女子博のね、まあ、振り返りと、まあ、てかもう一日私行くんですけど、動画撮影のために、まあ、とりあえずね、今日がガチの日なので、今日の、報告、その感想、どんな感じだったかっていうのと、あと皆さんからのね、質問、例えばこのブースどうでしたかとかね、まあ、行ったブースしか分かんないんですけど、なんとなくお答えできるかなっていうところなので、ぜひね、バンバン質問していただければなと思います。特に明日とかね、行く方はどんどん質問していただければなと思います。わかる、それだけたくさん購入したんですね。そうなんですよ。あ、ah, Do you remember me? I come in morning time. Yes, yes, yes. Thank you. Thank you very much. お疲れ様でした。お疲れ様です。いや、もうね、頑張った。いや、たくさん購入されましたよ。でもね、ツイッター、まあ、X ね、X 見ると、私よりたくさん買ってる方全然いまして、びっくりですね。いや、これおかしいな。ちょっと待ってね。なんかチャットが勝手に、なんかフェードアウトしていくんですよ。新しいチャットはね、出てくるんだけど、これどうしたらいいんだろう。なんで前回はチャットずっと見れたんだろう。謎ですね。よいしょ。前回ね、チャット、あ、ん？そうですよね。前回チャットちゃんと見れたからな。なぜでしょうね。ほら、フェードアウトしていくんですよ。この画面って皆さんに映ってんのかな？よし、まあね、というわけで、まあ、行ってきたんですよ。で、私はね、お昼のね、ライブでも言ったんですけど、まあ、始発で行きまして、5時58分にね、駅に着きました。みなとみらいの。で、いや、まあ当然一
番だろうと思ったらですね、実は私よりも先に来てた方が数名いらっしゃいまして、まあ、その方々とね仲良くさせていただいて4時間ほど時間を潰したという形になります。さすがにね始発組はまあやっぱり数人10人以下だったんですけれども、お疲れ様でした。持ち帰るとき袋は破けなかったですか？いや危なかったですね。あのやっぱ箱物とかは角があるんで結構ねビニール袋傷ついてますよ。うん、まあ破けるとこまでは行ってないですけど、なんかちっちゃい穴はいっぱい開いてる感じかな。結構ねまあね皆さん大変だし忙しいからしょうがないと思うんですけど、袋の入れ方が上手かと言われると上手ではないかなっていう、結構こう袋が変な形に膨張するように入れられてても結構平気でバンバン入れちゃうみたいな感じではあったので、ちょっとそこはね怖いなとか思いながらヒヤヒヤ見ていたんですけれども、で受け取った後ね若干調節して袋をね大事に持って帰ってはきたんですけれども、いやで茜さんの袋は無事なら安心です。そうだね、私より買わなければ大丈夫ですからね、もうね。こんばんは、こんばんは、ようこそ。ようこそ。変なテンションですけど。まだね、アドレナリン多分出てるんでね。いや、で、さすがにね、始発組みたいな方々は、まあ、10人切ってる感じだったんですけれども、でもね、3時間前ぐらいになると、もうね、100人近い人が並び始めて、もう続々と20人。30人40人っていう風に続々と並び始めて、2時間前ぐらいはねかなりいましたね。もう後ろが見えないぐらい、いました。いけないのに楽しみにしてました、ありがとうございますね。ちょっと見てワクワクだけでもしていただけたらなと思います。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。あ、皆さん忘れないうちにグッドボタン評価お願いします。これねグッドボタンいっぱい押してもらえると動画が上に上がるのでね、たくさんの人に見つけていただけるんです。お願いします。お昼配信以来です、ありがとうございます。お昼ねゲリラだったのにね、よくぞ来てくださいました、ありがとうございます。あ、チャンネル登録まだの方ぜひお願いします。 あとちょっと1個宣伝させて、私ね2個チャンネルやってるんですよ。1個はこの文具なんですけど、もう1個はポップマートっていうねフィギュアとか、あとリカちゃんみたいな感じのドールとか、あと海外のサプライズトイ、ミニチュアとかが入ってるサプライズトイとかを紹介してるおもちゃのチャンネルがあるんですよ。昨日ですねおもちゃのチャンネル2000人突破しました、イエーイ。まあ今突破したばっかりなのでね変動するかもしれないんですけれども、まあ、もし今見てくださってる方の中でおもちゃにも興味あるよっていう方いらっしゃいましたら、ぜひそちらもね登録していただけると励みになります、という宣伝でした。はい、じゃあで文具女子博ね、そうだからまあやっぱね 3時間ガチで人気商品を押しましてありがとうございます。こんばんは、私も今日参戦してきました、お疲れ様です。すごい人でしたね、今日7000人参加されてたらしいんでね。こんばんは、わたくさん来てくれて嬉しい、嬉しいよ、ありがとうございます。ちょっとね頑張ってきた、始発で頑張ってきたので、ちょっとね声が疲れてるかもしれませんが心は元気です。そうだからまあなんだろう、デルフォニックスとか余白さんとか、まあ、結構ガチめのものを狙ってる、争奪戦系のものを狙ってる方は、まあ、3時間前だと安心だと思う。多分3時間前に並んでる人は漏れなくゲットできてると思う。2時間前だとちょっと怪しいかもしれない。おもちゃチャンネルめちゃ子さん組です、ありがとうございます。なのに今やかねさんのおかげで文具ハマってます。いやでもね意外とこのなんかおもちゃ好きな人文具好きな人多いんですよ。結構ねなんかどっかでつながってるんでしょうね、似た趣味の方やっぱ多いですよ。ありがとうございます、嬉しいな。皆さん忘れないうちにグッドボタンお願いしますよ。まだ13人しかグッドボタン見えない。私のやる気につながるんでねお願いします。そうなんでデルフォニックス、余白さん、あとねパイロットの核のね、万年筆の核のあれはもう激戦、正直デルフォニックスより激戦かもしれない。なんかね転売ヤーがいるんですって、核の
それでね、なんかすごい、でしかも個数制限なかったみたいで、1人1個とかっていうね、制限なかったみたいなので、ガンガン買えちゃうからあっという間になくなるんですよ。押しました、頑張ってください、ありがとうございます、嬉しい、増えてる増えてるありがとうございます。いや、そうなので、書くのを狙ってる方は、あの皆さんね、だいたい入場、あの、あ、そうだ、これがね、マップ、これね、あの並んでる時にもらいました。なので、あのパーフェクトガイドとか買ってない方も、あの一応なんとなくのね、こうパーフェクトガイド、プチパーフェクトガイドみたいな感じでもらえます。え、マップこんな感じなんですけど、もうね、巡回しすぎて私覚えちゃったよほとんど。ここがね、入り口で、あの外の待機列は、あのここら辺に、まあ、あのドアがあるんですよ、自動ドア。あ、こんばんは、この時間ならライブ参加しやすくてありがたいです、ありがとうございます。あの今日はね、で珍しく息子が早く寝てくれたんですよ、なんか爆速で寝てくれて、今日はちょっとラッキーですね。私もね、ちょっと疲れてたんで早く寝てくれてありがとうって感じなんですけれども、なんで、まあ、普段は多分11時とかになっちゃうと思います。今日はラッキーいや、で、ここら辺にね、その自動ドアがあって、基本、1時間前ぐらいまでは待機は外なんですよ。 D の外で並んでて、で1時間前ぐらいになると、こう中入れて、ここら辺に待機になるんですよね。でここで、あの入場チケットのチェックがあって、で、1時間前ぐらいになると、ここ入場チケットをチェックされて、ここね、なんかグネ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 行って、ここにまた並び直すんですよ。でこのね、入場ゲートも結構くせ者で、まあ、今までのね、文具女子博も正直そうなんですけど、待機の時に皆さん4列で並ぶんですけど、入場の時に、まあ、4つのラインに分かれるんですよね、チケットを見せるラインが。でこう、人によってさばく速度が違うせいなのか、ここでね、順番が抜かされたりするんですよ。だから待機してる時は先頭だったのに、ここにまた並び直す時には順番がだいぶ入れ替わっちゃったりしてます。あれはでもね、正直トラブルの元だと思いますね。だって始発、私が始発組だからそう思うんですけど、やっぱ努力して一番最初に並んでるのに抜かされたら、やっぱかなりうって思いますまあ一人や二人じゃね、あんま変わんないかもしれないですけど、そうだからね、あのね、正直チケットのさばき方は今後ね、改善してほしいなと思うところではあります。どこのね、ラインに入るかで結構運命の分かれ道なんですよね。そうで、ここに並び直して、時間になったら、ここからみんな一斉にブワーって入るんですけど、今日まではここが確か、パラグラスさん、ガラスペンのパラグラスさんで人気のブースなんですよ。こっちか、ここら辺です。あ、13番かな。そうで、なんで、デルフォニックスがここなんですよ。で書くのがここなんですよ、パイロットさん。なので皆さんね、ほぼほぼこっち向きにブワーって、まあ心が走っていくんですよねはかなり早歩きでブワー行くんですよ。でなので、で明日からは、パラグラスさんなくなりますけど、でもね、書くのと、デルフォニックスさん、あとマルマンさんがここなんで、まあまあ多分同じ流れになると思うんです。皆さん入って左側にブワーって走っていくと、走ってっていうかね、心が走っていくと思います。なので、で多分ね、ほとんどの方がデルフォニックスに一番に行くんですけど、核の狙ってる方はここで先に核のを拾ってから、風のように、デルフォニックスに追いつくのがいいと思います。デルフォニックスさんね、今日ね、オーダー表の配布が終了するのがね、昨日より長かったっぽくて、ちょっと時間持ったっぽくて、20分ぐらいは、券配れてたのでね、数は多分ね、増やしてくれたんだと思います、プレミアムの時よりは。なので、まあ、もしかしたらね、その売れてるチケットの数、入場者数とかで調節してるのかもしれないですけど、
今日はとりあえずね、そのプレミアムの話を聞いてた時よりは長く持ってるなって思いました。なのであのデルフォニックスさんはまあそのもちろん優先的には行かなきゃいけないですけど、格納狙ってる方は格納の方先の方がいいと思う。個数制限もないんでね。うん、でそうデルフォニックスさんに行くと。で余白さんもねめちゃくちゃ長蛇の列、もうねあの三大行列はデルフォニックスさん、マルマンさん、余白さんですね、うん、はすごい行列でした。いつまでも行列、あの後で空いたら行こうとか思ってると一生行けないですねずっとずっと混んでました。あれこれこあ大丈夫ね、あれ繋がってますよね、大丈夫ねあ何狙いでしたか。私はですね、一番最初に私はねちょっと他の方と違うくてこっち側に行ったんですよ。あのノンララさんっていうねハンコの作家さんがいるんですけど、その方が新作で出してるメモロール、メモロールがメモロール、ロールメモがなんか20個ぐらいしかないって聞いて、でもう本当に瞬殺だったって聞いたんで通り道だからと思って先にそれをゲットしてから余白さんに行きました。そうなので私だけこっち側行きました。でも本当私だけでしたね、ほとんどこっち側行ったの、あと全員こっち行ってたんでそれでもだから私そのノンララさん行って余白さん行ってでも、デルフォニックスさん変えましたから、うん、まあちなみに余白さん私多分一人目の客だったんですけどそうでもね、なんだろう、一番の目玉の限定品は多分運営から全ての日程で用意してなくちゃいけないって言われてるんだと思うんです。だけど他の、商品、一番目玉みたいなじゃない商品は普通に在庫限りっていう感じになってるっぽかったので、今日私が一番最初の客だったはずなのにもう、私が狙ってた限定ボックスがラス1だったんですよ。だから始発できてよかったって思ったんですけどね、そこは。なのでその超目玉の新作とか限定は、各日用意してくれてますけど、他のものに関してはね在庫限りで終了っていうものもあるんだなっていうのは今日分かりましたね。補充されてなかったってことですからね、昨日から。そう、まあ多分土日また補充はされると思いますけど、さすがにね、であとねもう一個めちゃくちゃ売り切れ早かったのは文具女子博、先行販売のプラスさんの新しい白黒のデコラッシュですね。これはめちゃくちゃ早かったです。皆さんわー撮ってた。そう、なくなるのが早かったっていうイメージあります、すごくですね。まあ、さっきコメント来てたよね、なんかこのコメントめっちゃ見にくい。こんばんは、私も本日参戦してきました。どこかですれ違ってた、そうですね、どこかですれ違ってたかもしれません。うろうろしてたんでね、私も。余白さんは限定マステですか。そうですね、限定と新作なんか2つ箱があって、スタンプとマステ2個がセットになってる箱があったんですよ。てかお見せしましょうか。そう、詳しいね購入品紹介は動画でねやりたいなと思ってるんですけど、まあ、ちょっと外見だけになるんですが、これですね、私が狙って買えたのは。これ2種類あって、スタンプとマスキングテープのセットってやつですね。これがね2種類あったんですよ。どう違うのかがこの箱からは分かんないんですけど、まあ、入ってる種類が違うんですよね。1個は新作のマステが2個入ってて、もう1個は限定のマステが2個入ってる感じ
でスタンプの種類も新作の中から違う種類が入ってるっていう感じ、あの人気のスタンプと新作のスタンプが入ってるみたいな、そんな感じなんですけど、これのね片方が、どっちだったかな、これのね、でも新作の方かな、だから新作と限定、新作スタンプと限定マスキングテープの方かな多分が、ラス1だったんですよね、今日の時点では。そうなので、これはゲットしてきました。これが買えただけでね、もう私的には始発で行ってよかったなって感じのやつですね。そうこれなんでこの間より本当コメントがね見れなくなっちゃって、あかねさんのおかげでアンツさん知り、今日初めて行けて福袋的なの買いました、可愛い綺麗ね。いやアンツさんおすすめですよ、めちゃくちゃ可愛いから、めっちゃ可愛いからおすすめです。これあれなのかな、横向き配信だとコメントがこうフェードアウトしていくんですかね。ちょっと私の手元にあるもう一個の方でライブを見ればいいんだ、そうだ自分でライブを見ればいいんですね。ちょっと待ってね、コメントがねちょっと見にくくて読めなくて、あこれだ、 OK です。なんか他に知りたいことないですか。ちょっとね1時間早く始めてるので、今どっちかっていうと明日行く方とかがね見れたらいいなと思ってやってます。質問です。あさって14時からのカスタムロールバーに行こうと思ってるんで、その時間の少し前に行けば間に合いそうでしょうか。ね今日の感じだと、今日のねお昼の動画、お昼のライブ配信ね来てくれた方聞こえたかもしれないんですけど、2時まで絶対に並ばせないマンなんですよデルフォニックスさんやっぱりね通路いくら広くてもね、そこにやっぱりじわじわと人集まってきて立ち止まるんですよ。まあそうすると他のブースさんにもやっぱ迷惑なるし、と完全に通り道なんで塞がっちゃうんでね、もうデルフォニックスさんはもう何が何でも14時になるまでは列形成はしないので立ち去ってくださいと、でまた2時になったら戻ってきてくださいってすごい呼びかけてました。いやでもそれでもね皆さん近くのブースで時間潰してましたね。私もそうなんですけど、てかね無理がある、みんなだって絶対欲しくて入場料払ってるわけじゃないですかね。で数限りがあって絶対欲しいと思ってたら、そりゃそこでちょっと待つなって言われるのは気持ち的には難しいよって思いますけどね。あれはもっと別の対策をするべきだと思う。まあでもそんなに、ね、午後の方は今日の感じだとそんなに焦らなくても変えてましたね。結構今日はね初日ほら入場入場じゃない、ごめんなさい、再入場不可の文具女子博って多分今回初めてなんですよ。で昨日はプレミアムだったじゃないですか。だから午前と午後で分かれてたじゃないですか。2部だったじゃないですか。だから皆さんに短い時間しか滞在してないから辛くなかったと思うんですよ。ただ今回初めて投資で10時から5時まで抜け出せない状態が作られたんですよね。なので多分ねかなり皆さん疲れてたし、あとねご飯もないし、ご飯食べれる場所もないし、ご飯も売ってるところはもちろんないし、で飲み物すらないんですよ。自販機も置いてないから、飲み物持ち込んでない、私そうだったんですけど、飲み物持ち込んでない人は本当水分取れないんですよね一切。ロルバーン午後どれぐらい並ぶと思ってればいいですか。どれぐらいっていうのは何だろう、並んでる時間のことですかね。並んでる時間はねほとんどないと思います。もう皆さんどんどん行ってどんどん書き込んでどんどん渡していくんで、他のマルマンさんとかみたいなビュッフェとかに待つわけじゃないので、あお疲れ様でした、ありがとうございます。今ね報告会してます。なんか質問あったらぜひ聞いてください。あでもリンゴさん今日行ったんですもんね。そうそうそう、なんでなんだっけ、あカスタムロールバー諦めました。そうなんですか、諦めた。朝はね、朝は多分リーコさん無理そうでしたもんね10時に行けないって言ってたんでそう、まあ、なんで午後のカスタムロールバーは
なんだろう、始まったらどんどん進んでいく、で終わっちゃったらもう終わりですって言われちゃうんで、なんかその並んで立ち止まって待ってるみたいな時間はほとんどないですね。皆さんどんどん書き込んでチケットちぎって渡していくんで、待機列みたいなのはないですね。そう、あの、マルマンさんとかはすごかったですよ、待機列。あのビュッフェか、あのミニルーズリーフのビュッフェ、再入場できなくてお腹とかは空かなかったですか？食いしん坊は長時間で、いや、めちゃくちゃお腹空きました。超空いた。だからお腹空きすぎて気持ち悪くなったんでそれでもう我慢できないけどロールバン欲しいと思って、あれしたんですよ、あのライブでごまかそうと思ってライブしたんですよ、気持ちをね。そう、だから皆さんに助けられました。あの時はほんとね、お腹空きすぎて無理と思って、あれはちょっとでも考えないと多分気分悪くなって倒れちゃう人とか、低血糖で倒れちゃう人とか出ると思うんですよね。せめて自販機か、あのなんか飲み物売ってくれるブースぐらいは置いてほしいですよね。水分持ってこなかった人死にますよ、あれ暑いしね。みんな冬じゃないですか、だから結構着込んでくるから、もう超汗だくになります。ゼブラさんのマイルドライナーの元が気になってるのですが、即完売でしたか？私がマイルドライナーの元買ってないんで、あのいつ売り切れたかとかまでは見れてないんですけど、あの結構人だかりではありました。で、まあ間違いなく人気の商品だと思いますし、ただね、1人1個なんですよね、あれ。何色かあるけど、どれか1色しか買えないんですよ。どれか1色1個しか買えないんで、瞬殺なのかな、あんまり瞬殺だったとは聞いてないですけどね。まあでも人気なことには変わりないので、気になる方はあの絶対早めには行った方がいいと思う。それならチャレンジできそう。うん、あのできると思いますよ、ぜひぜひ。文具女子博、私も参戦したのですが、耳なじみのある声がすると思い振り返ると YouTube ライブ中のあかねさんでした。お話ししたかったです。あ、そうだったんだ、すいません、めっちゃ恥ずかしい。もうね、疲れててメイクも朝からだからボロボロだし、そう、トイレもね、まあ長蛇の列なんでもう全然入れないし、汗かいてるからトイレも行きたくないんですよ、全然。で、あの、そう、結構鬼畜で、あの壁沿いに全部あの座り込み禁止、商品の整理整頓禁止みたいなことが書いてあって、あのでそれ書いてあるくせに、あの全く休憩できる場所がないんですよ、会場の中に。なのでもうあの立ち止まることすら許されないぐらいの感じの雰囲気で、私携帯の充電がなくなっちゃって、途中あのライブした後に携帯の充電器を取ろうと思って一瞬リュックサック置いて、あのコードをね中に入ってたんで、あの取ろうと思って一瞬しゃがんだんですよ。なんかもうそれを見計らったかのように走って警備員の方が来て、座り込みはやめてくださいって言われて、思わず充電器も取っちゃダメですかって聞いちゃったんですけどそう、なんかね、すごい座り込みに厳しかったですよ。だからあの疲れても休めないし、飲み物飲めないし、食べ物食べれないし、あのポイポイ袋に入れたものを整理整頓することすらできないしで、結構鬼畜だなぁと思いましたね。カスタムロールバーンの表記表って1回に何冊分ぐらい配布されるんでしょうか？これは全体でってことですかね。いやー、ちょっとね、わかんないですけど、でもなんかあの私が受け取りに行った時に出来上がってるノートの数を見ると30冊とか、多くて50冊ぐらいかな、もっとあんのかな。なんかね、100冊はないかなぐらいな気もする。でもあんのかな、わかんないです、ちょっとごめんなさいね、全然わかんないや、変なこと言ってね、違ったら悪いんで、ちょっとわかんないと言っておきますね。全
全員で何人まで、その1回の配布で何人までが作れるのかはちょっとわかんないですね。1人1回なのはあれなんですけど、到着午後ですが限定品が残ってるか心配です。まあどんな限定品かによりますね。あのもちろん全くゼロってことはないと思いますけど、まあほとんどの限定品はないと思います。まあ、ただね、明日は多分今日より空いてるんじゃないかな。明日雨ですしね、確かなんか曇りのち雨みたいなんじゃなかったでしたっけ。あとすごい寒波が来るらしいですよ。なのであの外で待つ方はね、あの暖かい格好していってください。あ、こんばんは、こんばんは。そう、あのちょっとね、あの息子が今日はなんか早く寝てくれたので、ちょっとね、あの明日行く方も参加できたらいいかなと思ってちょっと早めに始めました、すいません。でもあの一応予定通り11時から来てくれる方もいると思うので、まあ2時間ぐらい話そうかなと。てか多分そうじゃないとね全然終わんないんで鬼畜情報ありがとうございます。いや鬼畜だと思いますよ。いやだからこそそのあの午後の方が空いてたんだと思います。あの皆さん多分もう限界だったんだと思う。結構ねお昼過ぎて、それこそだからロルバーンの午後が配られる前なんで1時ぐらいになったら1回ちょっとね人減ったんですよやっぱり。まあ、もちろんねその午後を見計らって来る方もいるので、あのなんとなく一緒ぐらいの人数にはなるんですけど、でもなんかねそのガチ、まあ、朝来る人ってガチ勢じゃないですか。ガチ勢すら退散するぐらいの疲れ度みたいな感じではありました。見た感じね、私も正直かなり辛かったですもん。初めてですね、こんなになんかあの休ませてくれないイベント鬼畜だなと思いましたね。明日行くのに覚悟していきます。いやだからあのおすすめとしては飲み物とあと、まあ、パンとかあのおにぎりとかね、その立ったままつまめるぐらいのものは絶対持ってった方がいいです。あの投資で行くならね、ほんと一回出ちゃうともう入れてくれないので。でもその鬼畜警備のおかげで回転良くなると思うと仕方ないのかもしれませんね。回転良くなったんですかね。まあその疲れた人が出ていくからってことですかね。なるほどなるほど、確かに。まあ7000人ね一気に会場に集まっちゃったら大変ですもんね。私はおもちゃ関連のイベント行くので、鬼畜だらけなのでしっかりされてるんだなと思いました。おもちゃ関連のイベント鬼畜ですか。リカちゃんキャッスル系とかそうでもない気はしたけど、結構抽選が多い気がしますね、おもちゃ系。明日午後からね、午後から頑張ってください。でも午後からの方が圧倒的に見やすいとは思う。まあただ売り切れてるものも多いかな。あとノベルティ系が難しいかもしれないですね。ちょっと後で紹介しますけど、ノベルティやっぱ豪華なんで、ノベルティゲットされたい方はやっぱ早めに行った方がいいかな。私ですらねゲットできなかったノベルティ何個かあるんでね。私始発なんでね、始発組ではもうゲットできなかった今日何時に到着されたんですか。みなとみらいには5時58分に着きました。まだ暗かった何時から何時まで会場で頑張ったのですが、並んだ時間を含めると5、だからみなとみらい着いた5時58分から、5時まで粘りました。最後までいましたよ。ほぼほぼ最後までいました。鬼畜警備、いや本当に、明日のためにお茶とチョコレート買いました。いいと思います。いいと思います。あの結構ね、あの外は寒いんですけど、中入るとムンムンに暑いので、あの意外とね汗出るから喉乾くと思うし、であの、まあ、トイレはね一応2箇所あるので、あの漏れちゃうってことはないと思うからあのお茶飲んでも安心なんでね、とりあえず水分は取った方がいいです。であと甘いものね大事。でも多分チョコだけだとお腹空くと思いますよ。まあ何時に行くかによりますけど、朝からだったらもうちょっと買っといてもいいかもしれない、思ってた以上に。私ちょっとパシフィコ横浜初めてだったんですよ行ったの。あの今までの文具女子博の、まあ、大体2倍ぐらいかな、だいぶ大きかったですね。デザフェスの、あの、2階部分、2階っていうか4階か、デザフェスだと。デザフェスの4階部分のワンフロアって感じですね。
なんかすごい広かった。あ、まああそこまででかくないか、うん、でも広かった。とにかく今までの文具女子博に比べたらだいぶ広かったです。めっちゃ歩いた、足パンパン。プレミアムタイムはそこまで鬼畜な警備見なかったので、もしかしてプレミアムで座り込みあったのか。あ、そうかもしれないですね。もしかしたらね、ちょっと良くない人たちがいたのかもしれない。それで鬼、あの親の仇のように見つけては言いに来たのかもしれないですね。いや、ちょっと待ってよ、今一瞬かがんだだけじゃんと思って、もう1秒もかがんでないですよ。かがみ始めたぐらいで言われましたからね。びっくりしたもん、えと思って、思わず聞いちゃったもんね。充電器取っちゃダメですか。いや早い。いや、そうですよ、始発組ですから。それでもすでに最近、そう、私より多分横浜に近かった方ですね。うん、私ね、乗り換えていくんで、あのやっぱりその乗り換え必要ない方はね、もっと早い始発が多分あったんだと思います。30分ぐらい前に来てたみたいですよ、私より。朝からラストまで、いや頑張りました、ね、購入品紹介、詳しい購入品紹介はね、まあ、の動画でまた別に作ろうと思ってるので、今日はまあ質問があった商品、関連商品とか、あとはもらったノベルティをお見せしようかなと思います。あとなんかこの商品気になるんだけどっていうやつで、もし私が買ってるやつがあれば、あの実物をお見せしますよ。なのでコメントしてくださったら、朝から行くのに食べるもの途中で何か追加します。うん、ぜひぜひぜひ。そう、私もね、朝いつもね、あんまり朝ごはん食べない人なんですけど、あの今日はね、ちょっと食べた方がいいかなと思って、なんか嫌な予感したんで、おにぎり1個だけ食べたんですよ。あれなかったら死んでましたね。あ、出遅れました。いえいえ大丈夫です。あのむしろね、私がちょっとあのフライングしてるんで、ちょっと明日行く方がね、少しでも参加しやすいようにと思って、早めに、子供がね、早く寝てくれたので早めに始めております。皆さんよかったらグッドボタン忘れないうちに、押していただけると嬉しいです。なんかね、グッドボタンの場所が分かりにくいらしいですね。どこなんだろう。スマホだったら普通にね、いつもの動画と同じ場所に多分あると思うんですけど。あ、ノンララさんの瞬殺商品、ノンララさんの瞬殺商品はこちらです。これが瞬殺商品。あの昔ご紹介してるあのアントアントアントさんの、ロールメモとのコラボなんですよ。これはノンララさんの、やつですね。デザインね、すごく可愛いです。こんな感じですね、可愛いの。分けちゃおっか。まあ、ちょっとね、詳しいやつはね、あの質問いっぱいもらえたら、あのいっぱい質問お答えしたいんで、ちょっとあんまりね、このがっつりお見せするのは動画の方にしたいんですが、ちょっとまだ質問来てない。ちょっと待ってね、よいしょ。これはね、1日20個ずつぐらいしかなさそうですよ、あってもね。これですね。いや、素敵素敵、超素敵、超素敵です。これで一連ですね、超素敵。裏もこんな感じ。まあまたね、動画でもやるんですけれども、これ逆だな、動画でもね同じくお見せすると思うんで、まあちょっと今はさーっとなんですけれども、これ超おすすめ。でもこれ欲しかったらマジで一番に行った方がいい。余白さんより先に行った、私はどうしても欲しかったんで。ただあの入り口から見ると、あのこのノンララさん通る道順だけで考えたら、あの余白さんの邪魔にならない道順なんでね、余白さんに向かう、余白さんとかデルフォニックさんに向かうところにも、まあちゃんと通ずる道順で行けるので、これ欲しい方は一番に行った方がいいと思う。あの私が行った時積まれてんの10個ぐらいしかなくて、一番に行ってね、で多分その後補充もう一回されるから10個しか積んでなかったのかなと思うんですけど、かなり少なかったんでね。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。来てくれて嬉しい。皆さんグッドボタンお願いします。もしまだの方いたらぜひチャンネル登録もしてくれると私はめちゃくちゃ励みになります。元気出ます。ノンララさんの瞬殺商品ね、これね、ズバリピンコイさん気になります。ね、今回ごめんなさい、私限定缶結局買わなかったんですよ。迷いに迷って、あの
迷いに迷って、でも予算削らないとやばかったんですよ。で何削ろうと思った時にやっぱピンコイさんのファーラさんのね限定缶は私中身半分以上持ってたんですよ。てかほとんど持ってたんですよ。 80% ぐらい持ってて、だからちょっとさすがに缶のために4000払えないなと思って、缶は諦めたんです。で私は結局このクリームピーチさんの、福袋だけ購入しました。これねランダムの福袋なんで、まあ、もうちょっとね中身お見せしましょう。これね一応、インスタでなんか質問されてたやつで回答してくれてるやつ見ると中身ね若干違うらしいので全く同じものではないと思うんですけど、だいたいこれぐらいの量でこんなもんが入ってるよっていうのがねわかると思うので開けたいと思います。こんばんは。アーカイブは残りますか？これはね残すつもりです。よっぽど私がなんか変なこと言わなければちょっと待ってね。のんならさん、私も見たい。遅れた。大丈夫です。すいません。私がね、フライングしてます。11時からってね、最初ツイッターでお知らせしたんですけど、ちょっと息子がね、思ってたよりも爆速で寝てくれてね、今日。明日行く方のために少しでも早く始めようかなと思って、今フライングしております。ねえ、かわいいでしょこれね、のんならさんのね。やっぱりいいですね。ねえ、いいですよね。これはでもほんとね瞬殺になるのはもうしょうがないぐらい可愛いですからね。あとお値段がね1540円ですね。税込み1540円。こんばんは。私も今日横浜パシフィックス行きました。すごい人でしたね。いやすごい人でしたね。7000人らしいですよね。いやー暑かったね。熱気すごかった。クリームさんの福袋、いやでピンコイさんはほら予想会議したじゃないですか。どうやって回ろうかのあの後ね新しい情報ね文具女子博行く方、私の過去のライブのねコメント欄見てくださると先に行った方の感想とかね有益な情報書いてくださってるのでリスナーの皆さんがねぜひそれも参考にしていただきたいんですけれども、ピンコイさん全然瞬殺じゃなかった。限定缶もクリスマス缶も40個しかないって書いてあるけど最後の最後ぐらいまで残ってました。だから全然瞬殺じゃないから後回しでも買える。まあ、変えると断言するのは怖いんですけど、さすがにね日によってね好みの偏ってるこう層が出たりするんで、明日はピンコイさんすごい売れるかもしれないし、ちょっとそこら辺は分かんないんですけど、今日の感じだと全然急がなくて大丈夫でした。皆さん結構ロールのねペットテープの方見られてて、あんまりねこう福袋とか人気ないっていうか、あんまり買ってなかったですよ。その可愛さで安い。これ3000円のパックです。そう。よし、じゃあ開けますよ。これちょっと私もね、中身も分かんないので。楽しみ。これちなみにね、総額5000円相当のアイテムの詰め合わせでございます。私もね、クリームピーチさんはね、あんまり持ってないんでね。ワクワク。あとクリームピーチさんピンコイであんまりセールしないんでね。さあ行きますよ。結構ね分厚いなぁと思って買ったんですけど行きます。じゃーん。何もわからない。なんかおまけステッカーかな。かわいいですね。おまけステッカーついてました。じゃじゃん。あれ、なんか裏より両方しおり。あ、ノンララさんね。そう、このボリュームでね1500円は安いと思いますよ。私も行きますよ。じゃん。おー、これはねでも写真載ってたな。かわいいですね。これちょっと中身開けて見せるのは動画でやりますね。ちょっと今表だけ。じゃん。おー、マスクをかぶった女性ですね。いいですね。素敵素敵。いきます。じゃん。おー、いいね。使いやすそう。なんかもっとね変な、もっと変なっていうとあれなんですけど、使いにくいやつとかあんのかなと思ったけど、結構いい感じ。じゃん。あ、いいですね。これも結構代表的なやつかな。素敵。あ、見えてる。ちょっと普段のクリームピーチさんと違う感じの顔の気はしますけど、
でも可愛いですね。あ、これもね、写真載ってた。これもね、ちょっとタイプ違いますよね。可愛いけど。なんだろう、これ何持ってんだろう。あ、金魚だね。金魚泳いでますね。あ、これは、なんか星座かな？お羊座みたいな。可愛い、でも。いい、いい。あ、全部すごい使いやすそう。なんかすごい、あの売れの言っちゃ悪すぎるんですけど、あの作家さんのものなのでね。けどこう、なんかちょっと売れ行きがね、まあ他のに比べると人気ないかなみたいなやつばっかり詰まったりしてんのかなとかちょっと疑ってたんですけど、全然そんなことない。全部当たりですよ。これ3000円はいいんじゃないね。人物ステッカーって結構いいお値段しますし、クリームピーチさんは結構人気作家さんの中でもいいお値段する作家さんなんでね。こんだけ入ってるよ。9パック入ってますね。で、一つ一つのパックの厚さはこんな感じ。10枚ぐらいかな。あの、多分正規パックよりは少ないと思うんですよ。多分全ての色が1枚ずつとか、わかんないけど、2枚ずつとか、なんかそこら辺なんだと思うんですけどね。いや、でもこれで3000円は安いと思います、かなり。これただね、一人一日一個までなんですよね。私もう一回行くからな。もう一個買おうかな。でもなんかね、書かれてた内容的には、違うものが入ってるものもありますみたいな感じだったんで、基本の構成はね、多分一緒なんだと思うんですよね。あ、こんばんは。今ね、リクエストっていうか、知りたいもので、もし私が買ってるものがあったら実物をお見せしますよっていう話をしてます。ね、クリームピーチさん可愛いですよね。あとは会場のね様子とかで聞きたいことあったら、ぜひコメントしていただければなと思うんですけれども、これはなんだ、そう、これ結構おすすめ。このクリームピッツァの、ね、人物ステッカー、これから始めようかなって思ってる方でもすごくいいと思う。こんだけの枚数、しかも結構いろんな種類だったんで、一気にね集められるのはお得だと思う。あ、そうなんだ。こんばんは。クリームピッツァの福袋買いましたが、色が違うんですね。なるほどなるほど。じゃあどうしようかな、もう一個買ってもいいかもしれない逆にね。そうですね。ガチャ系でその場で支払いが必要なところは何箇所ぐらいあるか分かりますか？人気で早めに行った方がいいガチャ系。まずフーローさんでしたっけ？フーローさんの、ガチャ、シーリングスタンプガチャ、1回500円のやつですね。あれはすぐ売り切れます。私結構早めに行ったんですけど、もうね、私が行った時点で、残り5個とか6個とかなんで、あ、おやすみなさーい。あ、配信中ですがね、お先に寝ます。はい。はいはい、おやすみなさーい。ありがとうございます。結構ね、早くなくなりましたね。500円で1回で、当たりだとシーリングスタンプがもらえる、スタンプヘッドがもらえるんですよ。で、外れっていうか、当たりじゃなかったら、ローがね、ワックスがもらえるんですけど、あれ今どこ行っちゃったかな、ワックス。私はね、ワックスの方だったんで、ワックスをお見せしようと思ってるんですけど、ワックスがないワックスがない。え、マジでないじゃん。あれ、どこかな。ちなみにね、これ全部ね、ノベルティです。あれ困ったな、ワックスがない。悲しい買ったのに入ってないとかはやばいですよね。でも一応ね、お店の人が、レジの人がね、入れてる時に数数えたんです。私も一緒に全部入ってるはずなんですけど、ないないよ
ょっと今すぐ見つかんないですね。福袋系は何を買われましたか。あ、デコラッシュのガチャ。あ、そうなんだ。そう、私結局デコラッシュのガチャは諦めたんでね。あ、お昼間のねライブありがとうございます。すごい人でしたよ本当に。疲れた。あったあったあった。目の前にあったわ。これが当たった。こういうあのロ結構いっぱい入ってますよね。あの色はね結構何色かあって、私はこのなんか光るやつが入ってるやつが当たったんですけど、私の前の方は結構パステルっぽいやつでしたね。かわいい、なんかちょっとあの透ける感じの半透明みたいな。福袋系ね、私ねそんなに買ってないです。福袋系はね結局あの中身見える福袋系が多い印象だったんですよ今回の文具女子博で。中身見て、うん、やなんかこれだったら欲しいものだけ買った方がいいかなって、まあ、ちょっと、ね、予算削るためにもあの福袋系は今回 ほとんどっていうか全然手出してないかな。そのさっきのこのクリームピーチさんぐらいですね。すいません、あんまり参考にならない。福袋は、うん、全然買ってないかな、うん、あと選べる系を買いましたね。あの何個選んでいくらみたいな。アリさんの赤メガネかん、あ、私回転員はね、あのね、ほらスケジュール帳あんまりつけない人なので、あのちっちゃい回転員は私はあの元々狙ってなかったんですよ。そう、でも瞬殺でしたね。ただあれは限定品じゃないので、あの待てば買えますよ。そう、これ500円ね、1回500円のガチャ、外れっていうか当たり枠じゃなくてもこういうこのサイズのローが入ってる。これはすぐなくなった。あと他のガチャは、他のガチャでしょ、ガチャ、他に他のガチャ、ガチャね、ガチャ何引いたかな、となんか引いたかな、なんか引いた気がするんですけど、ガチャ、ガチャ、いやでもガチャ、ガチャはあの回すガチャはこれだけかな、なんかなんかあと引いたんですよ、ね、なんか2回ぐらい引いた気がするんだよな。くじ引き系はね、でもあんまり売り切れてなかったですね。私が見た売り切れたくじ引き系はマルマンさんのミニノートガチャ、あのブラインドのね、これですね。これ開けましょうか。これね5つ買ったんですよ。私もね気になるのと、追加でね、もし欲しいやつ出なかったら追加で買いたいんで開けちゃいましょう今でね。皆さんにもね、どんなものが入った、これ違う、どんなものが入ってるかをねお見せできるんでね。ちょっと待ってね、もうね買ったが多すぎて81点買ってるんですよ今回。袋の中で商品が迷子、2個しか出てこないじゃん。え、2個しか出てこない。あ、ちなみにこれはねクッピーラムネのところの、ガラガラくじで当たりました。まあ外れ枠なんですけどね。なんか同じ会場で当たったらピンバッジ違う種類のやつにしてくれました。エコバッグとピンバッジですね。でもこれで500円なんで、まあ安いかなと思いますね。あの前回の文具女子博の時の景品と会場を変えてくれてるので、あの前回やったことある方もね挑戦しやすいガチャに、ガチャっていうかガラガラになってます。あれないじゃん。え、マジでないじゃん。え、ま、え、私5つ買ったんですよ。こっちかな。あ、こ、え、これなんかお兄さんどんな風に入れたんだ。ちょっと待ってね。そう、81点あるとね、もう商品も迷子ですよね。あとブラインド系結構買ってるんで、袋が似てる。あったあったあった。はい、よし、5つ。
これですね、マルマンさんの。これ1個500円かな。こんばんは。インクは何か買いましたか。買いましたよ。ちょっと待って、じゃあこれの前にインクでしょ。インクで、これ文具女子博の、ミルクティー。これは横浜限定ですね。これはね、売り切れてました。オリジナル文具女子博の商品、オリジナルグッズの中で唯一売り切れてたかな、これが。うん、お昼ぐらいまではあったのかな。いや、でもお昼のライブ配信の時点でもう売り切れてたんですよ。総額聞いちゃう。まあ、総額はちょっと、まあね、あんまり言いたくないのであれですけど、まあ、レシートはこんな感じです。はい、レシートはこんな感じ、こんな感じ。想像してください総額はご想像にお任せします。なので、このね、インク欲しい方は早めに行った方がいいと思う。他のオリジナルグッズは売り切れてなかったです。ちょっと水分通りますね。めっちゃ待って、めっちゃ笑われてるいや、長いよね。確かに長いんですよね。いや、でも文具女子博ではね、この長さは普通なんですよね。普通なんですでもね、私 MT の100周年イベントかなの時、多分もっと長いレシートだった。あれ多分過去最高に長いレシートだったあ、これね、そうそう、これ、で、あ、総額どう、言わないよさすがに一個一個のお値段は皆さん必要だと思うからお伝えしますけど、私の総額聞いても意味ないじゃないですか皆さんあとインクはこれですね、言ってた IC さんの、手書き時間。これちょっと、これだけは中お見せしましょうか。いや、箱も素敵よ。箱もエンボスで素敵よ。ね、箔もついてるし。うほー、あー、これいいね、この箱。型紙のね、すっごいしっかりした型紙の。いいですね、こんな感じ。ちょっと斜めにすると落ちちゃいそうなんですけれども。ちゃんとね、くすみカラー感出てますね。いや、いいね、これ。これめっちゃ可愛い、買ってよかった。でもこれね、お店の人が、そうそう、お昼のね、ライブの時にも、わざわざライブしてるからって教えてくれたんですけど、30分。会場30分で売り切れたみたいです。だから、デルフォニックス並んでたら、売り切れちゃうかもしれない。でも、デルフォニックス最初の方に行けたら、間に合うかな、ぐらいですね。確かに6ミリって言ってたかな。そう、すごくおすすめ。これかわいいですよ。こんだけのね、色入ってて、3000いくらですよね。ちょっと今細かいの忘れちゃったんですけど、文具女子博貯金。いや、もうね、イベント貯金ですよ。だってこの後ね、まあ、多分ね、もうね、買う、もうね、お金ないんで、ほんと見に行くだけになっちゃうんで、多分ツイッターでの報告のみになると思うんですけど、この後ね、宇宙遊泳っていうインクとペンのね、イベントもあるんですよ。以前ね、動画にしたことあるんですけど、そう、もうお金なくて買えない。何も買わないとさ、紹介できる商品がないんで。ねえ、そう、私も買っちゃったね。いや、買いますよね、あれは可愛い。私の3倍くらいある。あかねさんの爆買い好きです、ありがとうございます。買った甲斐があります。そんなに買えるなんて羨ましい。いや、もう全ての貯金がイベントに吸収されてる感じですね。他の洋服とか一切買ってないですね、もうここ何年か。私メイクもズボラなんで、もう全然最低限のメイクしかしないから、もうすでにあるメイク
ように使っていってるだけなんで、ほんとね、文具を買うか、そのおもちゃ動画の方のおもちゃを買うかしかやってないですね。3080円でした。あ、これね、くすみじかね、びっくりした。3080円しか買わなかったのかと思った。でもそういう人もいますよね、全然。いや、すごいなと思う。偉いなって思いますね、あれね。年に一度の大きな素敵なイベントですから、そう、そうそうそう、総額とかね、忘れましょう。予算なんて、合ってないようなもんです。ベルボニックスは午前10時半でカスタム用紙配布終了してましたよ。30分も持ってました。なんか20分ぐらいかなと思ってたんですけど。そう、でもね、早いですよね。まあ、でも、昨日のプレミアムよりは遅いので、やっぱちょっとね、枚数増えてんのかなとは思いました。私は間に合いました。素晴らしい。あ、デルフォニックスね。うん。多分。昨日は最後まであったのに、あ、これ、そうそうそう、私もそう聞いてたんでね、これ、全然余裕なのかと思ってね、ちょい後回しにしたんですよ。ちょびっとね。ちょびっとだけ後回しにしたんですけど、絶対欲しかったんで、その中でも、まあ、早めに行ったらあって、よかったなと。まあ、やっぱ、何せね、何回も言いますけど、始発組なんで、後回しにしても早いんですよ。行ってる時間的には。だってもう、この IC さん行ったの、5ブースぐらい回った後だったんですけど、ゲットできてますからね。で、開始30分で売り切れたってことは、30分以内に5ブース回ったってことですからね。私が行った時だってまだね、全然ありましたよ。まあ、全然といっても6個とか6個とか7個ぐらいあった気がする。出てた商品的にはね。文具好きだけど手帳も予定しか書かないしデコもしないのでほぼ鑑賞用です。でも欲しくなっちゃう。いや、わかりますよ。私もね、鑑賞用です。ほとんど動画でようやっと皆さんから使う勇気をもらってね、使い始めたぐらいなんで全然。ね、やっぱ新品の時って一回しかないんで、負けちゃったら新品じゃないんでね、なんか新品っていう美しさもね、眺めてたいですよね。あ、レムイさん、私28点で予算超えた。あ、予算超えてました。28点。いや、でも28点も十分多いじゃないですか。だって単価高いもの28点買ってたらね、あれですし。そう。私だって81点だけど、ほとんど、まあ、マスキングテープやばい。マスキングテープが一番多いかな、やっぱ、今回。うん。あ、で、そうだ、丸番さん開けないとですね。忘れてた。あ、皆さんよかったらグッドボタンまだの方ぜひ、そしてチャンネル登録もお願いします。いきますよ。まず1個目ね、これ丸番さんね。あ、これね、一応、大きく分けると2種類あるんですよ。でっかいスケッチブック系はリングの数が多いんですよ。で、横に長いミニルーズリーフバインダーぐらいのサイズのやつは、リングが少ないんですよ。で、これはね、触ったらリングがなんとなく多いか少ないかは分かるので、そこだけは判断できます。ただ柄は無理ですね。さあ、いきますよ。1個目、じゃん。アートスパイラル。あ、すごいね。袋の中に袋で入ってくれてますね。かわいいなぁ。もうサイズ感はね、マジ手のひらサイズ。超かわいい。あ、中もちゃんとスケッチブックの、凹凸のあるボコボコの紙ですよ。すごいすごい。マジで現行品がちっちゃくなってるやつですね、これね。すごいすごい。よし、ちょっと待って、かぶりたくないんですよね。待って、あかねさんはニュースで言っていた先頭の人でしたか？ 5 時半についていらっしゃったとか。あの方は、私の隣の隣ぐらいにいた方かもしれない。何、ニュースで言ってたの？ニュースに言ってたの？もしかしたら、やだな、私絶対映さないでくださいって言ったんですよ。いや、そう、インタビューいいですかって言われたんですよね。先頭の人たち、私を含めて。そう。ちょっと待って、待って、ちょっと待って。課金しました。マジ。ありがとうございます。びっくりしちゃった、今。今、なんか
あのジンバブエドルとかかと思うあまりにもさ金額4桁とかさすごすぎてさ日本円じゃないやつかと思ったえー、いいんですか、ありがとうございます、ありがとうございます。え、ちょっと待って、しかもさ、なんかさ金額がさ3200円投げてくださってると思うんですけど、なんかね画面上に3258円って書いてあるんですよね。どなたか58円投げてくれました？私が見落としてたら大変申し訳ない。ありがとうございます。宇宙遊泳ね宇宙遊泳ね、宇宙遊泳なんか買うかなんか買わないと動画にできない。まあでも宇宙遊泳もしかしたらちょっとね、あのさすがにね、このイベントが同じ週に立て込んでるんで、あのやっぱね、このあの文具女子博行ってるんでね、今回ちょっと動画が今週出せないんですよ、さすがに。なんで今これ罪滅ぼしも兼ねてのねライブ配信なんですけど、来週中にこの文具女子博の動画を作りたいなと思ってるんですよね。だから宇宙遊泳の動画を作る時間がなくて、だからもしかしたら宇宙遊泳、宇宙でもな、宇宙遊泳、宇宙遊泳宇宙遊泳じゃその次の、でも次ぐらいの動画になっちゃうかもしれない。ちょっと遅いかもしれないんですけど、ちょっと頑張って考えてみますね。だ、無理そうだったら申し訳ないです。あ、インク遊びね。なるほど、お金を使わずにね。ただそこを撮影しなきゃいけないじゃないですか。結構あのインクのところね、混むんでね。ちょっと待ってくださいね。今はね、文具女子博の話しないと。いきますよ、丸番さん。2個目ね。いきます。じゃん！これは嬉しい！同じ形なんで、これ、リングのね、数は触ってわかるんですけど、さすがにこの絵柄わかんないじゃないですか。だから、被る可能性もあるんですけど、これめっちゃ嬉しいですね。このスケッチブックめっちゃ欲しかったんですよ。これは嬉しい。しっかりね、両面スケッチブック。ザ・スケッチブックですよね。あれ中身はね、これ、あ、そうかね、もともとそうか、スケッチブックですもんね。これと同じ。あ、でも違うのかな、なんか、どうなんでしょう、ね、これ同じなのかな。私ね、こっちの元の、あの、本体の商品知らないので、あの、わかんないんですけど、でもね、分厚さはこっちの方が分厚い気がする。いや、これはラッキーですね。待って、マルマンさんの行列はバイキングとガチャなどは別ですか？そうです。バイキングは別。バイキング以外は列になってないです、むしろ。あんまり、まあ、あんまりって言ったらあれですけど、あの、うん。とにかく大混雑なのはルーズリーフビュッフェ。そう。ルーズリーフビュッフェやらない人は、あの、その横ブースの、あの、商品並んでるところにスッと入っちゃって大丈夫です。そう。で、このガチャはね、そのだからガチャの中でも売り切れてた、あの 唯一と言っていいほど私が見た中では最後なくなっちゃってた商品なので、これ欲しい方はある程度早めに、そんな別にあの一番乗りじゃなくてもいいと思うんですけど、ある程度は早めに行った方がいい。ぜ最後の最後に回しちゃうと売り切れてると思います。ね、ミニミニスケッチブックめっちゃ可愛いですよね。絶対ゲットしたい。うん。ね、これちょっと地引きしないといけないんでね、難しいんですけど。でもこれ3つ目だからな、これ多分ね、あの、少ないリングなんですよ。だから、このタイプなんですけど、かぶるかもしれない。いきますよ。3つ目ね。3つ目いきます。せーの。じゃん！あ、もうめちゃくちゃいい引き！スーパー神引きですよ、これは。これは、これどうです？これは神引きじゃない？これは超神引きじゃない？明後日買わなくてもいいかも。そう、私、ね、最初のライブ配信の時に、今日明日文具女子博行く予定で、明日はね、子供を預けなきゃいけないって言ってたんですけど、なんとですね、あの、旦那さんがね、土曜日休みだったっていうことが分かりましてね、急遽ね、土曜日に行くことになりました。なのでね、明日はもうちょっと体休めます。そうで、あさってまたフルで参戦します。
で、しあさって宇宙遊泳なんでね。そうだ、それもあってね、ちょっと宇宙遊泳まで体調が持つかっていうところもちょっと不安なんですよね。そう、これ良くない？そう、被ってない。これはね、これはだいぶラッキーですね。でちゃんと中身クロッキーですよ。すごいすごい、中身まで超忠実。これは嬉しい。頑張った甲斐があった。めちゃくちゃ怖かったんですよ、これ選んだ時。全部同じだったらそれはそれでちょっと悲しいなとか思ってね。あと2つは、大きい大きいっていうか、あの何、縦長の方のタイプだと思います。そう、あ、これ私間違えて買ってるかも。縦型だと思って3つ、これ3つ、これ私横向きかもしれない。これ私間違えて買ったかもしれない。これ被りますね、多分。ちょっと行きますよ、これ。そういうこともあるよね。行きますよ、せーの、じゃん。あ、え、嘘でしょ、これも被らなかった、よかった。いや、これ本当はあの縦型のノートが2種類あるんで、本当は縦型が欲しかったんですよ。で、私間違えてこれ横型買っちゃってたんで、あ、もうダメだ、もう被ると思ったんですけど、被んなかった。これね、種類は同じなんですけど、色違いで出てくれましたね。私これミニバージョンは全種コンプしたのかな、まだあんのかな。ちょっとね、全部でね、なんか9種類あるんだっけな。そう、結構ね、種類あるんですよ。やった、これはやりましたね、結構嬉しい。いや、でも明日じゃあこの長いのチャレンジかな。これ最後多分縦長なんでね、これは絶対かぶんないです。いきますよ、せーの、じゃん。おー、やった、スケッチブックの縦長バージョンでございます。え、土曜日チケット大丈夫ですか？もう持ってます、もう買ってあります。そう、私がね、土曜日見た時売ってたんですよ、まだチケットで。ああ、大丈夫大丈夫と思ってポチって、その後すぐ売り切れたんですよね。そう、ラッキーと思いましたね。中身はね、ちゃんとこれスケッチブックの中身です。これ縦型バージョン、スケッチブック来てくれました。いや、これはでもね、どうしよう、縦型リングはもう一個ぐらい挑戦しても被りにくい気はするけど、ここで欲を出すと被り始めるんですよね、きっとね。こんな紙引きある？1個も被んなかった。5個買って1個も被んないのは結構優秀じゃないですか。まあね、その代わりに、あの地獄を見たくじ引きもあったんで。その、じゃあ地獄を見たくじ引きをお見せしましょうか。まあちょっとね、お昼のライブ配信聞いてくださった方はね、知ってると思うんですけれども、一個ね、地獄のかぶりを味わったものがあるんですよ。パチパチパチ、ありがとうございます。やったね、すごい。ありがとうございます。じゃん。この袋はね、自前なんですけれども、鬼のかぶりだったのがこちら。丸いんでね、画角が。いきますよ、じゃらじゃらじゃら。オリジナルの、マステの、カプセルガチャですね。1個200円のやつ、1回の並びで5個まで引けるんですよ。で、5回、まずチャレンジしたら鬼のかぶりで、そう、1回目5回引いた時これだったんですよ。ひどくない？ 5 個買ってさ、4つ同じ柄なの。泣いちゃうでしょ。こんなにさすがに同じマステいらんわと思って。鬼のかぶりでした、1回目の挑戦で。あまりにも悲しかったから、ちょっと予定になかったんですけど、もう5回引いたんですよ。そしたらさ、次はさ、こうだったんですよ。鬼のかぶりじゃない？いや、でさ、しかも、順番にね、一個ずつ開けていくんですけど、開けて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 、これ最後に出たの。だから、もうここまで来た時に、あ、もうダメだと思って。
もうダメだと思って、これもう一回並ばなきゃいけないと思ってそしたら最後の最後に緑初めて出てくれて、あー君を待ってたって思いましたね。これはね、だいぶ厳しい戦いでしたよ。5本、4本、1本ですからね。ね、お裾分けできますよ、これは。軽率にお裾分けしていく。あー、日曜日に。皆さんやっぱ被ってる？なんだろうね、あれ。でも私結構ね、違う箱から撮ったりとか、違う場所から撮ったりとかして、なんか固まってないように撮っては見たんですけど、それでもこの被りだったんでね、な、緑が極端に少ない？わかんない。どうなんだろう。ねえ、これは悲しい。さっきのね、マルマンさんのガチャとは、雲泥の差でしょ？引きが。引きの悪さが。やばいですよね、これは。いや、当たりの紙なんて出ない出ない。ビュッフェ当たんなかった。今回こんだけ10回引いて1枚もビュッフェ当たらなかったですよ。私の前の方はね、3つぐらい買って2枚当たってました。え、マステくじまだやってないの？あ、そうなんですか。ぜひやって。で、あの、これでも1回200円なんでね、気軽に挑戦はできると思いますね。え、いや、これね、だいぶ厳しくないですか、これ。悲しい。2本は欲しいなとは思ってたんですよ。マステガチャは後回しでも残ってましたか？そうですね、残ってたかな。結構あの長いこと残ってた。てか売り切れましたっていうのは聞いてないですね。うん。で、私これそもそもそんなに早い時間に行ってないんで、まあ、ある程度遅めでも大丈夫だと思います。数は結構ありましたよ。私も外れました。そうですね、私も去年コンプするのに8個買いました。あ、そうなんです。結構かぶるもんなんですね。私去年ね、3つ買って3つ全部違う柄だったんですよ。でコンプしたんですよ、1回で。そうで、しかも当たりの剣も出たの。だから去年私神引きだったんですよ。え、だからね、それぐらいの気持ちで言ったらこれ、このざまーですよ。え、当たりが1枚も出ないの悲しい。リベンジしますか？いや、しません。これはもういいです。お腹いっぱいです。マステビュッフェはね、私やったことあるんで、その当たったことあるんでね。2回ぐらい今まで当たってるので、まあまあいいかなっていう感じですね。うん。新柄が欲しかっただけなんで、もうお腹いっぱいです、これはね。そう。で、ちょっとブラインド系ね、私もあの次行く時のためにあのね、不完全燃焼だったらまた欲しいので、どんどん開けていきましょう。次がね、あれですよ、あの文具女子箱について聞きたい質問があったり、この商品買いましたかとかっていうのを見せてほしいですとかっていうのあったら、あのどんどんコメントくださいね。今何もそういうコメントがないから、私が勝手にご紹介してるだけなんで、あと皆さんよかったら高評価お願いします。あとまだの方いたらぜひチャンネル登録してね。このね、限定アニマルグリーンフラッシュさんですね。限定アニマルシリーズアクリルキーホルダーですよ。1個550円。今回ね、付箋欲しさに3つ買っちゃいました。3つ買っちゃいましたよ。私の狙い的にはパフェが1種類、あと、飲み物、あの ドリンク、あの何、ラムネみたいなやつ、ラムネみたいな細い瓶のやつと、あとはなんかもう1個、その細めの瓶のやつがあるんでね、その3種類欲しいなと思ってます。スタンプインク、あ、スタンプインク買いましたよ。でもね、スタンプインクはね、私あの実はかなり持ってるんですよ。今あのまだ動画でご紹介しきれてないんですけど、色模様も全種類買いましたし、バーサファインはね、もうすでにご紹介してますし、で今紹介してないので持ってんの色模様かな。そうなんで、あのあんまりね、あの買わなかったんですけど、これは買いました。これ新作ですね、あの子供の顔さんの。これは可愛かった。でこれと、同じシリーズのね、
ンコ、パフェのハンコ買ってますよ。あれパフェあった、パフェ、あ、皆さんグッド評価ありがとうございます。増えてる増えてる、嬉しい。これね、これこれ買うでしょ、可愛いよね。そう、あー、急遽堂さんのねお香ね、いやあれねすごく気にはなったんですよ。ただまあうち子供もいるし、あと猫もいるんで、ちょっと匂いがするものを家で炊けなくて、だからすっごい可愛くて個人的にはめちゃくちゃ欲しかったんですけど、グッと我慢しました。そう、あれ可愛かったですよ。でも実物も見たけど、早めに行きました。いや、これは早めに行きました、早めに行きました。結構早めに行って、意外とその時人がいなくて、あれと思ったんですけど、ちょっとねその後見てないんで、売り切れてたかどうかまでちょっと分かんないんですが、でも午前中には確実に行った方がいいかなとは思いますね。うん、字かける、あ、字かけるは、字かけるも瞬殺なんですよ。字かけるねだいぶ人気みたいで、空っぽになってましたね、ブース。なんで字かけるは私今シャチハタさんのオンラインショップで先行販売してるんですよ。まあ、テスト販売してるんですよ。で送料3800いくらだったかな、なんか買わないと送料かかっちゃうんですけど、多分ね、新規登録とかするとねポイントもらえるんですよね。なんか私まだ1回も使ってないんだけど、登録した時かなんかにもらった1000ポイントがあったんで、送料分、送料210円かなんかなんで、送料も引かれる、タダになるし、商品代金もなんなら割引になるから得じゃんと思って、シャチハタさんのオンラインショップで字かける2本買いました。そう、そしたら文具女子博で回るブース少なくていいからと思ってね。そう、でその時に色模様の新しいシリーズ、これもテスト販売なんですけど、淡色っていうのかな、なんて言うんだろう、すごく淡い色、重ね付けとかにいい感じの淡い色の、新しいわらべシリーズが出るんですよ、色模様の。私元々の色模様の色は全部持ってるんで、その淡いやつも買って全部一緒に動画でご紹介したいなと思って、それも一緒に買いました。そう、しかもね楽天ポイントも使えたんですよ確か。そう、私楽天ポイントマニアなんで楽天ポイント貯めまくってるんで、タダでゲットできてポイント使ってね。そう、なので今回文具女子博では私は字かけるはゲットしてないんで、今まだ手元にないです、すいません。そう、猫ちゃんがいたらねお香はね楽しんでみたいんですけどね、ちょっと難しいですね。なんとすぐ買います。うん、ぜひぜひぜひ、ね、争奪戦しなくてもゲットできるんで、ネット販売だとね。メリブンさんは買いましたか？買いました。メリブンさんはね結局トーンハンコめちゃくちゃ悩んだんですけど、ちょっとね他のブランドさんのスタンプよりもトーンハンコ高かったんですよ。この子供の顔さんのこのサイズのハンコが、これ今見てびっくりしたんですけど715円なんですよね。子供の顔さんめっちゃ安いよね、うん、これ715円なんですよ。で、アント、比較のためにね出してますけど、アントアントアントさんはこのちっちゃめサイズで、これで1430円なんですよね。でもこれ作家さんのハンコなんでメーカーさんじゃないんで、まあ妥当かなって思ってるんですけど、でメリブンさんのトーンハンコは多分技術が難しいんでしょうね。他のねこうがっつりつくハンコじゃなくて、本当に細かいドットと本当にトーン、漫画のスクリーントーンみたいな超細かいドットの点で構成されてるハンコっぽくて、ハンコっていうか絵柄っぽくて、だから薄付きなんですよね。で多分特殊な技術を使われてるからか、だいたいこれぐらいのサイズかな、これぐらいのサイズのハンコで2000円から2600円したんですよ1個で。ちょっと予算がねギリギリだった私からするとちょっとね今回は我慢かなと思ってね、ハンコ諦めたんですよね。
そう、だからハンコは買ってないです。で、これ買いました。透ける紙セットで、そう、あの全種セットが欲しかったんですけど、全種セット6600円だったんですよね。さすがにね、ちょっと削んないとね。その代わりロール板ほぼ全種買っちゃったんで、あの後でお見せしますけど、ロール板多分気になってる方多いと思うのでね、あのそう、どっかで削らないとと思ってね、この透ける紙はね、泣く泣くフルセットを諦めてですね、気になってた新柄を3枚ずつ計6枚購入しました。まあね、こんな感じですね。あの詳しくはね、また動画でお見せしますけど、新柄そう我慢しましたよ。我慢できた、えらいえらい私BGM さんは私は買ってないですね。あの BGM さんは私ネットのあの半額、ウェブショップすべて半額セールの時に山ほど買ってて、今 BGM さんの動画ね、取りだめされてますね。本当はすぐ出したかったんですけど、イベントと重なっちゃってちょっと出せてないので、あれ取りだめ状態なんですけど、あの山ほど買ったんです、そこで。なんで、あの今回は BGM さんはもういいかなと思って買ってません。これね。で、あとねメリブンさんはね、あ、そうそう、フレークシールすくい挑戦しましたよ。フレークシールすくい、いやー、あのね、事前情報でね、私3枚でしたっていう方がいらっしゃって、あ、もうよっぽど難しいんだろうなと思って、実際ね行ったらすごい難しそうで、ただね、あのすごく混むのかなと思ってたら、あんまり混んでなかったです。なんかぬるっと始まって、それぐらいの時間、ちょっと前ぐらいに行ったらなんか準備されてて、でまだ時間になってないから呼びかけられないのかなと思ってたら、あのよかったら挑戦していきませんかって言われて、あ、もう挑戦できるんですかって言ったら、あ、どうぞって言われて、ぬるっと始まりました3時半からね。そうなんで、あの1回だけ、どうせ難しくて全然ダメなんだろうなと思ってたんで、あの得しないことを覚悟でね、あのやったんですけど、あ、動画楽しみにしてます、ありがとうございます。あ、そう、確かにハンコね、そう、トーンハンコはね、どこの会社さんよりも、あの輸入系以外の日本の、あの作家さんとかのハンコとかと比べるとちょっと高めでしたね。明日のために寝ます。はい、おやすみなさい、お疲れ様です、ゆっくり休んでください。ね、あのフレークシールすくいやりましたよ。その結果がですね、こちらです。じゃーん、すごくない、私頑張ったなんかね、一回ごそって取れて、あ、ペーパーね、そう、ペーパー、スケールペーパー可愛いですよね。あ、トーンハンコ買ったら破産ですよね。いや、あのトーンハンコはね、私も破産すると思って一回取ったんですよ。でも買おうと思ったんですけど、ちょっと戻しに行きましたいや、そうで、これあのね、取った瞬間にね、あ、今日一だと思うって言われました、お店の人に。すごい、これは上手ですよって言われて、ちょっと何枚あるか数えていいですか、めちゃくちゃ気になってんの実は。あ、ちょっとごめんなさいね、これ開けるって言ってて、これ開けますからね。ただね、このフレークシールすくい何枚すくえたかもめちゃくちゃ気になってたんですよ。いつ言おうか考えてたのそう、皆さん夢がありますよ、夢が。あ、で、私のね、隣にいて挑戦してた方はね、あの1枚ぐらいしか救えてなくて、でもね、本当に難しいんですよ。これ私運良かったんだと思う。本当なんか、あのたまたまうまくバランス取れてたみたいな。あ、ありがとうございます。こんばん。え、なんでメッセージ着されたえ、初コメしますって書いてくれたのに。ありがとうございます。こんばんは。時間指定だったからやらなかった。あ、1分間っていう時間指定ってことですか。ね、そうそう、まあせかされるのはせかされますね。なんか残り何秒ですとか言われてちょっとビビらしてくるんですよいや、だいぶ難しかったですよ、これ。ほんと運要素ある。何枚あるかいきますよ。いちょっとね、柄もお見せしながら、1234567
6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。こんばんは。今フレークシールすくいの成果を数えてます。あれ今なんだっけ、 20でした、合ってる。21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。待って。朝って外待機。そうですね。1時間前くらいになるまでは外待機です。出遅れてない。ごめんなさいね。私が結構ね、フライングしちゃって、もう今11時過ぎたけど、そう、フライングしちゃってね、結構早めに始めちゃいました。すごいね。やりましたよ。私も買いました。可愛いですね。何で作ったんですか？なんかね、細い、なんか手のひらの、なんかちっちゃなスプーンがついてる棒です。マジで細い。綿棒ぐらい細い。まあ、それ言い過ぎだけど、でもかなり細かったですね。なんだろう？何に似てるかな？今何でしたっけ？ 30 でしたっけ？ 31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、40ね、すみません、間違えて消してしまいました。前回のライブが終われないの。ありがとうございます。前回のライブ終われなかったバグ、超怖かったですよ。超怖かった。ありがとうございます。今40でしたっけ。41、42、43、44、45、46、47、48、49、50。今50ですよ。待って、はじめまして、こんばんは、こんばんは。整理番号はなく、待機した受付順。そうです。そうです。整理番号じゃない。ね、チケットの番号すごいややこしいですよね。けど、あれは整理番号じゃなくて、もうほんと来た順です。うん。来て並んだ順です。今50でしたよね。50。ちょっと一回50で置こう。置いておこう。いきますよ。51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70？待って、今30ですって書いてある。マジ？大丈夫？だいぶずれてる。時差ある。今70でしたよね、今。大丈夫かな？間違ってる？71、72、73、74、75、76、77、78、79、80。
100枚が見えてきましたよ。80ね、今。81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、100枚いきましたよ。皆さんグッドボタンお願いしますよ。あとよかったらね、チャンネル登録まだの方ぜひしてください。今100、すごい。あのね、これ撮った時に、ま、あの言うてそんなに入ってない、40枚ぐらいかなと思ってたんですよ。これね、あの思ってる分厚さと内容量全然比例してない、思ってる以上に入ってる。それ1回で撮れたんです。待って、100でしょ今。また1から、100いきますよ。101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、ふう、120、あ、さっきね、ありがとうございます。120、今120まだありますよ。120、いきますよ。121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132ですね。すごい。132個。132個。ちょっと待って、メモるメモる。132個。132個。これはメモっとこう。132個。132個。これはね、自分でもびっくりですね。132個ね。132。いや、これはね、あの、全然、こう、あの、袋でね、こうやって渡されて、持ってた感覚と、この132っていう数字が、全然、そんなにいっぱい入ってると思わなかった。本当に、あの、さっき1回で撮ったのって言われましたけど、あの、1回のゲームで撮りました。あの、1分間ね、救い放題なんですよ。で、ただね、救うこと自体がまず難しいので、私最初ね、多分こんぐらいだけ、こんぐらいだけ唯一スプーンに乗ったやつをとりあえず入れたんですよ。こういう少ない枚数を重ねていけばいいかなと思って。そしたら2回目の時に、なんかうまいこと、こういうような状態でスプーンに乗ってくれたんですよね。プル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 って。全部が1本のスプーンに、もう指より細いスプーンですよ。こんな感じよね。だからこうもう今できないよ。でもね、あれは本当運っていうか偶然が重なりに重なってって感じ。本当こういう感じでこううまいこと重なって乗ってくれたやつがこうバッて。でもね、結構ルール厳しくて、あの箱を押さえちゃいけないとか、手前の壁にはあの当てちゃいけないとかで、手元にあるそのケースも移動させちゃダメとか、そういうルールが結構細かくあって、これは取らせる気ないなって最初思ったんですけど、だいぶ難しいと思って。いや、取れるんですね。
え、これ私が取れる、あの、やればっていうか、運が重なれば取れるということを証明できた気がします。確か今までの最高81枚、132枚ですよ。いや、でもね、私が取った瞬間、その2回目のスクープは、でも、ちなみに、この2回目ドサって行った後、もうちょっと欲張ってね、もうちょっといけるかなと思って頑張ったんですけど、やっぱり本当にね、偶然が偶然重ならないと難しいみたいで、あの、この2回分のスクープで終わっちゃいました、時間は。もう、その後はね、持ち上がらなかった。もう、全然、ザラザラって落ちちゃって、全部。そう、だからマジ偶然が重なった。だからね、これ欲張って1回目うまくいったからもう1回挑戦とかやっても、多分ね、ダメな時はダメだし、いける時はいけるって感じですね。腕前とかあんま関係ないかも。だって私多分下手くそですもん、普通に考えて。不器用ですもん私。そう、ね、これはやばいですよね。皆さんぜひグッド評価お願いします。これは550円だいぶ得しましたね、多分ね。132枚入って550円のフレークシールパックあんまないですよね。あ、メリフンさんのフレークシールの素材？ちょっとじゃあ、大きめのやつでいきましょうか。これ多分全部素材は一緒だと思うので、これをお見せすると、多分普通にマスキングテープ素材だと思いますよ。うん、あ、でえ、あ、違うかも、トレペかも。この切手のやつトレペっぽいですね。なんかマステっぽくない？トレペっぽくないですかこれね、透け感とか。これね、トレペかも。ちょっと待って、他のは、これもトレペ、全部トレペかも。書いてある？いや、書いてないな。私マスキングテープ素材かと思ってたんですけど、これトレペですね。え、全部トレペ？お風呂入ってきます。いってらっしゃい、さっぱりしてきてね。あ、トレペですね。トレペっぽい。最近流行ってるんですかね。トレペ素材でしたよ。え、マステ素材ですね。嘘、これトレペ、私のトレペ。え、マステもあんのかな。でもね、最初マステ素材だと私も思ってたんですけど、今ね触ってみてる感じ全部トレペですね。ちっちゃいやつもトレペだし、うん、トレペ素材ですね、うん、です。いや、でもね、これは、いや、そうだ、これ私、すくったとき、2回目のその、でかいスクープをすくったときに、お店の人が、おぉ、これは、過去一かも、みたいなこと言ってたんで、お店の人も驚いてたんですよ。そう。なんでね、あ、持ってますね。明日初参戦、頑張ってきてください。挑戦してください。ぜひ132枚を超えてみてください。え、1枚も少ない、なんかね、最低保証枚数っていうのがあるらしくて、ちょっとそれが何枚なのかまでは教えてくれなかったんですけど、その隣の方1枚とかだったんですよ。そしたら、あの、最低保証枚数の袋と交換でよろしいですかって言われてて、あの、最低保証が詰まってるパックを渡されてました。うん、パッと見た感じでも30枚ぐらいかな、30枚もあったかなぐらいですね。ちょっと私もね、人のなんで、そのジロジロ見れなかったんでね、あれなんですけど、そう、でも最低保証枚数っていうのはあるみたいですよ。だから1枚も取れなくても大丈夫、まあ大丈夫っていうか、うん、損はしないように多分してくれてるんだとは思います。うん、そう、私のそのもう 3つあったんですよ、救える場所が。で、あの、3人ずつ並んで用意スタートみたいな感じだったんですけど、私真ん中でやってて、で、右端の方が1枚ぐらいしか取れてなくて、その最低保証もらってて、で、隣の方はね、なんか、あの、ちょっと取れてて、で、こう見た、なんかお店の人がチェックした時に、最低保証枚数は超えてるので、こちらでいいですかって言って、そのまま救ったやつ渡されてました。だから、そう、最低保証枚数っていうのは決まってるっぽかったですよ。うん、あ、
素材いろいろ混ざってたかも。あ、そうなんですね。なんかね、今ね、私がこうランダムピックでなんか3、4枚撮ったんですけど、それはね全部トレペでした。マステンの素材のもあるのかもしれないですね。ちょっとごめんなさい、今さっきペッペッペって撮ったところね、全部トレペだったんですけど、そうだから、まあ550円、その救う楽しさ、ドキドキハラハラ感と、あとまあその最低保証枚数っていうのが一応あるんで、挑戦しても悪くないんじゃないかなと思います。うまくいけばこういうことが起こります。これは私もマジびっくり。私もね、どうせ0か2、3枚しか取れないと思ってたんですよ。だから最低保証枚数なんだろうなと思ってたんで、これはマジびっくりしました驚き、本当に。さあ、じゃあこのね、グリーンフラッシュさんのね、新しくなったアニマルシリーズいきますよ、いきますよ。あ、すごい、もうすぐ2時間ぐらい喋ってますね。いきまーす、1個目いきますよ。せーの、じゃん、嬉しい、パフェです。パフェ、ハリネズミのパフェでございます。このシリーズはね、2個だけ前回の第1弾と同じものが入ってるんでね、それとの被りがめちゃくちゃ怖いんですよ。私もう持ってるんでね、だからそれ以外をと思って狙ってたんですけれども、一番狙いのパフェが来ました。嬉しい、ハリネズミくんのパフェですね。これね、でもね、今までの丸い形してたやつとか、あと前回の動物のやつよりもなんか気持ち、たまたまかもしれないんですけど、なんとなくね、触ってね、あ、これは癒しそうだなとか、これはもしかしたらワンちゃんみたいな感じで、若干触るとなんとなくわかる気がしました。まあと言っても確証が持てないかなぐらいの感じなんですけど、なので、まあ、若干触って自分の勘を働かせるのもありだとは思います。さあ、じゃあ2個目いきますよ、まあ、あとは被りだけが怖い。被り以外だったら何でもいい。さあ、いきますよ、いきますよ、2個目です。せーの、じゃん、嬉しい、ラムネ来ました。ラムネ、ラムネ、カエル堂だって。カエルさんなんだ、めっめっちゃ嬉しいな。狙い通りって感じですね。さすがにこの柄、形はね、まあこれは細めのボトルかなぐらいまではわかるんですよ。だけど柄まではさすがにわかんないんで、手で触ってもねいや、これは嬉しいですね。よし、じゃあ最後ですね、いきますよ、3つ目。あ、待って、朝早く会場入りして午後からのフレークシールビュッフェ参加されたみたいですが、会場内でお弁当食べ、いや、だから何も食べなかったんです私は空腹と超喉乾いたまま耐え忍んだんです。皆さんとライブをして、お昼の自分をごまかしながら、だから何も食べてなかったんです。辛かったもう お腹が空きすぎてフレークシールたくさん取れちゃったのかもしれないですねさあ、じゃあいきますよ、3つ目いきます。せーの、じゃん、あれ、ちょっと待って、じゃん、あ、よかった、よかった、危ない、この形は前回の白クマのクリームソーダと全く一緒なんです。だから今一瞬かぶったと思ったんですけど、こっちのハシビロコウの柄は今回の新作なんです。よかった、これは危ない、危ないところでした。青が2色来ましたね。いや、でもこのパフェが一番嬉しいです。このパフェ一番狙いだったので、これはもう引かなくていいかなまあね、本当は全種コンプリートしたいところですけど、あ、そうそう、でもね、今回ね、このアクリルキーホルダー箱買いが許されてましたよ。ボックスっていう選択肢がありました多分ボックス買うとコンプできるんじゃないかな。まあ、ただね、さっきも言ったんですけど、その今回のシリーズ2は2つ第1弾と被ってるので、第1弾引いてて白クマと
ミルク持ってる方はかぶっちゃうんで、それボックスで買うとね、そこちょっと悩みどころですよね。なんで全く新しいのにしなかったんだろう。なんか多分そのミルクとクリームソーダ、白熊のクリームソーダ人気だったんですよ。1番人気2番人気ぐらいだったと思うんですよ。だからだと思うんですけど、買えなかった人のために、ね、多分入れたんだと思うんですけど、ボックスにするんだったら前回と被ってるやつ入れると厳しいですよね。やりました。とりあえず被らなかったし、欲しいのもゲットできたし、新作ばっかりだったので私としては勝ちですね。これは勝ちました。よかった。そしてもう一個ブラインドはこちらですよ。ツーウェイボールペンコレクション1個500円、これオリジナルグッズですね。これね、これあのマスキングテープガチャのなんか裏手というか入り口により近い側の壁にあるんですけど、私最初はこのボールペンのこの細長い状態のものがこの銀のねパックに入ってると思ってて、だから長細い銀のパックが置いてあると思ったんですよ。だけどそれが全然見当たらなくて、しかもこのコーナー、このボールペンとあの前回売られてたマグネットクリップと同じコーナーなんですよね。だから全部この形の袋なんですよ。だからあれ、ボールペン売り切れちゃったのかなと思ってたら、結構遅くに行ったんでね、売り切れちゃったのかなと思ってたら、ツーウェイボールペンコレクションはこちらですって言ってる方がいて、スタッフさんで、いや売り切れてたらあのアナウンスしないよなと思って、よくよく見たらこの四角いパッケージにこれツーウェイボールペンコレクションって書いてあって、あマジとバラバラで入ってるんだって思いました。驚きのパッケージ。私はね、あの宣言してた通り、2本買いました。これね10本種類あるんでね、まあこの2個で被ったら泣いちゃうけど、私が狙ってるものといえば、この、ライオンさんね、ライオンさんがでもね、これ結構どれが出てもいいな。うん、まあでもそうだな、一番はライオンさんかゾウさんで、あとこの文具女子博のやつも欲しいな。この3つのうちのどれかでもな。サミー坊やも結構いいですよね。いやマジどれでもいいな。まあでも結構可愛い系が好きなので、私はうん、それでいくともやっぱこのキャラものかな、キャラ系が好きですね。よし、じゃあいきますよ。1個目、もう今見えちゃったけど、あでも待って、緑色ってなんだ、わかんない。いきます、せーの、じゃん。マジでバラバラ、ジャポニカ学習帳だって。マジでバラバラで来るんだね。驚きのバラバラさなんだけど、あすごい、これ、なるほど、そういう工夫がされて、これさ、でもこれさ、待って、これさ、ボールペンのさ仕組み分かってないと組み立てられないなぞ。あこう一応ね、組み立てるあれ書いてあるっぽいですね。まずこの短くした時にはまるサイズの芯があって、ここに延長用のパイプがあります。だから長くする時はこれくっつけて長い芯にするんだって。で先端と中心を組み立てます。あそっかそっかそっか、これもう長さがすでにね短いから、一番短い状態になってるから、これで1本にしますと。で芯バネ、ん違う芯、これが中心、中心、え違うね、これ背中だよね、これは難しいぞ、こうかな、えこれだけでいいのかな。でこれ入れて、なかなか難しいですね。そう、自分で組み立てる系で、あこれね、ここだね、これここも抜けちゃってるってこと、どういうこと、逆だよな、こうか、
こうだ、こうやって入れて、これはこれでもいるよね、ここね。こういうこと、こうしてこう、なかなか難しいですよこれ。こうだね。あ、できたかも。ジャポニカ学習帳でしたね。あ、できたできた。これが長いバージョン。あ、持ちやすい。アンテリックさんのねボールペンなんで、コラボのめちゃくちゃ持ちやすいし、このボールドがなかなかかっこいいですね。ジャポニカ学習帳ってめっちゃ書いてあるけど。で、これ、まあ短くするときは、この真ん中取っちゃって、これどっち行こう。これでいい。真ん中取っちゃって、ここの長いやつ取っちゃって、こういうことですよね。多分。めっちゃ短いじゃん。もうめっちゃ短い。これあのポケットサイズ、あのちっちゃくね手帳にくっつけるにはすごくいい大きさですね。かわいいね。あの大人っぽく持ちたい方は短い方がいいかも。これ昭和ノートとしか書いてないので、これはこっちはね結構がっつりジャポニカ学習帳って書いてあるんで、なかなかあの恥ずかしいかもしれない恥ずかしいって言ったらな、申し訳ないんですけど、でもなんだろう、うん、大人のスマートさは一気に消えるよね。ジャポニカ学習帳って書かれてると大人感は減る。なのでよいしょね、こんな感じですよ。あ、待って、これ今ごめんなさい、長くするときに長い芯をくっつけるの忘れましたね。こことここをくっつけないと芯の長さが長くならないと。でもよく考えられてますねこれね。よいしょ、こうですね。じゃん。で、後ろの部分が取れましたねそう、なるほどね。いや、これまさか自分でここまで組み立てなきゃいけないとは思ってなかったので、なかなか衝撃的でしたけれども、うん、かっこいいですね。素敵素敵。で、じゃあ次ね。これでもう一個ジャポニカだったらちょっと笑っちゃうな。交換してもジャポニカみたいなね。さあ、いきますよ。いきます。おっと、なんか出たぞ。けどまだわかんないですね、これじゃあ。いきますよ。せーの。じゃーん。あ、サンビーだ。サンビー坊やです。あ、でも待って、なにこれ。先っぽは全部緑なの？たまたま？これたまたま先っぽ緑被った？そうですよね。多分丸マンとか黒っぽいですよね。交換しても緑やん。しかも完全にやっぱバラバラで来るんですね、これね。お、ジャポ、これ、まあ、ん？これあんま交換できないね。2本買ったら交換できるかなと思ったんですけど、これなんかあんまり交換意味ないですね上の軸がね、今回白かが変わるだけぐらいですね。でもサンビーボーやキャラモンなんで可愛い可愛い。ここまで自分で組み立てさせられるのかとちょっと驚いております。こうやってどっち？こっちか。なかなかこんなにね、いっぱい組み立てることないですからね、自分でボールペンね。よいしょ。はい。こんな感じですね。まあでもこれ、こっちもね、この持ち手のとこゴールドで。あ、でもなんか若干ゴールドの色違う？いや、一緒か。一緒かな。アンテリックって書かれてます。うん、このゴールドすごく素敵ですね。うんうん。ノックも気持ちいいし、絵柄も可愛いですよ。いや、これはね、確かに全種類欲しくなるけど、これ1本500円なんでね、
全種類集めようとすると5000円ですよ、かぶりなくてね、うん、なかなか難しいですね。あ、だからジャポニカ学習帳にこの上のサンビーボーヤをつけることはできるし、このサンビーボーヤの絵柄にこの昭和ノートの紺をつけることもできるんですね。でもあんまり変わんないから、ここ緑一緒なんでね、なんか全体的に緑がきましたね、うん、これはね、でも形全部一緒なんで、マジ柄投資しないといけないんでね、なかなか難易度高いですよはい、という感じでございました。で、まぁ、ちょっとね、もうそろそろ、12時になっちゃうので、特に質問がなければね、最後これは絶対ゲットしといた方がいいかもっていうね、ノベルティだけご紹介して終わろうかなと思います。500円出して2回ですね。どういうこと？出して2回です。そういうことね。そうなんですよ。500円ですからね。そうですよね。よく考えたら、ボールペンで500円ってちょっと高い？アンテリックさんのボールペンってこんなもんですか？1本500円のボールペンって結構いいボールペンですよね。よく考えれば。なんか、ついついなんか、脳死で、あ、ガチャだーつってゲットしましたけど。オリジナルグッズだーとか思って買っちゃいましたけど。よくよく考えると、ボールペンで1本500円は結構いいお値段ですよね。高級ボールペン。さあ、じゃあね、もらった方がいいよっていう、ノベルティのまず第1弾、このボールペンガチャをやる予定の方は絶対もらった方がいい、アンデリックさんのブースでね、もらえます。こちら会心ですね。これはね、SNS フォローだったかな、ちょっと待ってくださいね、今チェックしますね。ふう、ね、これはね、どこだ、アンテリックさんなのは分かる、あ、アンテリックさんインスタフォローです。インスタフォローでもらえる。なので、このボールペン買う予定がある人、またはアンテリックさんのボールペン持ってる方は、やった方がいいと思います。無料で1本返信がいただけます。それから、それから、いけないので年明けのオンラインでたくさん買いたいです。あ、了解です。ありがとうございます。おやすみなさい。続きまして、これビバリーさん、ビバリーさんのブースでは何もしなくてもこのココサスっていう付箋、しかもこれ非売品のキャラなんですよね、確かキャラ柄、これが、いただけます。で、まあ、その時にね、ぜひここに書いてあるアンケート答えてくださいねって言われて渡されるので、まあぜひね、アンケート答えてあげてください。これ何もしなくても行けばもらえます。超かわいいよ。なんかここ刺すっていう付箋で、ここでちぎれるんですよね。だからこの矢印だけ、そのポイント、ページに付箋貼ってもどこをチェックしたくて付箋貼ったか忘れちゃう時ってあるじゃないですか。そういう時にすごく便利な付箋ですね。それから、あとめちゃくちゃおすすめなのは、なんかすごい人気高いのは、この内白さんの超白押しステッカーですね。これはね、あれじゃないかな。インスタだったかな。そうですね、インスタフォローですね。これインスタフォロー。値段の感覚麻痺するよね。します。もうね、なんか不思議な空間なんですよね、文具女子博ってね。本当にお財布の紐を緩くさせるなんか空気が流れてます。そうで、この色はね、ランダムなんだって、内白さんの。だから、私は今回青でしたけど、違う色の可能性もあります。これね、人気なんで結構すぐなくなると噂で。あとおすすめ、これね、ちょっと可愛くないですか。これプロジェクトペーパー沖縄さんだっけの、マステですね。これはね、アンケートに答えるともらえます。
このねマステ可愛いと思ってもらいました。まあ、宣伝マステなんですけど、なんか可愛くないですか、方眼のね。そう、これアンケートで、アンケートがちょっと面白くて、鉛筆と万年筆とボールペンとシャーペンとマーカー言ったっけ、なんか5本ぐらい渡されて、このプロジェクトペーパーで書き心地を試してくださいって言われるんですよ。で、どれが一番書き心地良かったですかって言われてシールを貼ると、そういうアンケートです。超アナログアンケート。 それを答えると、このマステか消しゴムのどっちか選べます。私はマステもらいました。あとはね、あ、これもおすすめ、意外とねなくなるの遅くてラッキーと思って、あのちょっと後でもう諦めてたんでね、もらえると思ってなくてのラッキーパンチだったんですけど、プラスラボさん、プラスラボさんのノベルティで、これはね、ちょっと待ってくださいね。プラスラボさんは、インスタフォローですね。インスタフォローで、これ、玉紐シール。ここ大きめの紙になってるんで、メッセージ書けるよっていう感じの玉紐シールですね。で、可愛くないですか？これもらえました。これ、正規品だ。250円プラス税って書いてある。で、あと個人的に可愛いなと思ったのは、パピアプラッツさんのステッカー。1枚だけなんですけど、すごい可愛い。で、これ確か柄ランダムじゃなかったかな。私はなんかパフェもらったんですけど、選べないんですけどね、柄はね。こちらもインスタフォローですね。あとは、これも超おすすめ。これ。これ、くつわさんのところでもらえる、消しゴムなんですよ、これ。これはね、いいですよ。これね、X か、インスタ、どっちでもいい。フォローすればもらえるやつですね。これはどこから開ける？ここですね。おいしょ、おいしょ。筆箱消しゴムって言って、その名の通り、小学生の頃とかに使ってた昔の筆箱の形なんですよ、これ。完全に。スーパー軽量筆入り。ね、これ見たことありません？この革でね、本来できてる。オンライン文具女子博って年明けなんですか？まだ公式の情報は多分出てないと思うんですけど、毎年、なんか、年明け？なんか、2月ぐらいでしたっけ？ 2 月とか春ぐらいとかちょっと忘れちゃったんですけど、年明けにやってる気がします。今回のね文具女子博も去年は11月だったのが12月にずれたり、ちょっとなんか若干ずれはあるんですけど、やると思いますよ、オンライン文具女子博。でね、これしかもね、開くの、開いて鉛筆入ってるの、これ良くないですか？しかもこの鉛筆も消しゴム、超かわいい。これノベルティですよ。すごくない？消しゴム。面白消しゴムなんですけど、ちょっと出来が良くて欲しいと思ってね、急いでゲットしに行きました。あとは、このステッカーもかわいい。ここね、ブルパペリ。ちょっと噛んだ。ブルパペリ。ブルパペリっていう、そうそうそう、これも沖菜さんですね、さっきのプロジェクトペーパーので、新しいこの、ルルパペリっていうブランドのラインが始まるらしくて、なんか今これのねインスタ、このルルパペリっていうインスタをフォローするとこのシールをプレゼントってことで、結構でもしっかりがっつり転写シールかな、これあれみたいな感じですよね、ド忘れしちゃった。イロドさん。そう、思い出した。イロドさんみたいな感じの、転写シールですね。かわいい。他になんかすごい良さそうな。
あ、こうハイタイドさんの付箋はなかなかしっかりと付箋ですよ。かわいい。これもね、LINE 登録。LINE 友達登録。ハイタイドさん。あ、この、あ、これはね、リラリラハンコさんで3点以上購入するとガラガラができるんですよ。で、私一番ハズレの景品だったんですけど、ハズレでもマステがもらえましたね。何のマステだろう。うん、うん、うん。あ、筆箱？うん。懐かしいですよね。じゃん。あ、くしくも、買ったマスキングテープが入っていた。そう、マスキングテープ3つ買ったんですよ、私。なんと、買ったものと被ってるマスキングテープが当たりましたね。まあ、ストック、ストック。私、もったいない病なんで、2個あると気軽に使える。それから、あ、これ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 。これは絶対お見せしなきゃね。大吾さんです、大吾さん。今年のノベルティも豪華ですよ。大吾さんはね、SNS でよかったかな？インスタか X か。大吾さんは SNS フォローなんで、X でもインスタでも大丈夫。フォローすると、もらえます。いきますよ。じゃーん！おー、花言葉ノート。私はスイートピーが当たったっぽいですね。新しいラインナップまた、日比谷花壇さんとのコラボの新しいノートですね。あー、すごい。もうこれ完全に、すごい。完全に正規品。ビニールまで被っちゃってるからね。すごいですね。綺麗ですね。これが、タダでございます。ノベルティ。ありがたや、ありがたや。これね、これは絶対もらった方がいい。しかも大吾さん結構数ね用意してくださってるので、あのそんなに、まあ、そこまでがっつり急がなくてもあのくれますよ。あとは何だろう、あ、これね、あのグリーンフラッシュさんで3つ買った時にもらった付箋ね。大吾さんのノベルティね、素敵ですよね。可愛いですよね。いや、ほんとね、大吾さんいつも太っ腹なの。そう、いつもね、あの登録だけでくれるんでね、ほんとありがたいです。よいしょ。いきますよ。付箋2個、何が来たか。じゃんじゃん。あ、麻雀のパイと、これね、実はね、以前もらったことがあります、私。同じ柄の付箋でも可愛いですよね。そう、でも結構がっつり分厚さのある付箋でもね、今回これ2個セットって書いてあるんですけど、いや、前回3つだった気がするんだよな。ちょっとこれは不況の波ですかね、わかんない。もしかしたらもともと2個だったかもしれないんですけど、ちょっと私の中で3つだった気がする感が強くて、でも可愛い可愛い、ちょっと面白、ちょっと面白付箋って感じですね。そう、これは選べないでね、ランダムなので、あの自分が何当たるかはマジでランダムです。で、あとね、ペーパークリップとか好きな方は、この吉田爺作さんでいいのかな、商店さん。これも SNS フォローだったかな。ね、吉田爺作さんは SNS フォロー、 X かインスタどっちでも大丈夫。この紙クリップがもらえます。かっこいいですよ。結構しっかりしてますよね。もともと紙クリップのお店屋さんみたいで、あとこの旅する喫茶のマスキングテープ丸々1個くれてるところがある。これはどこだ、アートプリントジャパン。私が多分ね、控えてなくて、その場でたまたま見つけられたんですよ。でも、何も買ってないんで。インスタか X フォローだと思う。うん。と思う。うん。多分そうだと思います。これ、丸々1個正規品のマステもらえてますね。旅する喫茶。すっごい可愛いですよ。これ透明テープなんでね、若干柄見えにくいですけど、普通に、あの宣伝マステじゃなくて、
普通のマステです。これはお得だと思う。それからね、あとは、あ、まあ、余白さん行く方で、マスキングテープもらえるお値段が、2915円以上買うとマスキングテープもらえるんですよ。新しくなってましたね。今回、方眼っていう題名。で、これね、青とね、グレーの2色あって、どっちか選べる感じでした。今回、ノベルティ2種類マスキングテープあります。で、さらに7000円以上購入すると、このね、よいしょ、トートバッグがもらえます、ね、日付印と限定缶とか買うと多分ここら辺まで行くんじゃないかなですね。あとタンク、前回の、ね、配信でお話ししたとタンクの、ボールペンは青色でした。あ、こんばんは。知らなかったノベルティがたくさんで、あかねさんの動画チェックしてから文具書職行きたかったすいません。いや、もうでもね、ノベルティ山ほどありますよね。ほんとありがたいことに。いや、私もね、だってこんだけチェック頑張ってしてても、そのさっきのね、旅する喫茶のバス停みたいに取りこぼしてるのあるなって思いましたもん。いや、ほんとに量すごいですよね。あ、なんかコメントが撤回されちゃった。そう、今回青色ですね。ぜひもらってください。とてもおすすめしまくれるのはまあそんな感じかな。もちろんね、他のところも全部素晴らしいノベルティだらけなんですけれども、まあ正規品並みのクオリティのところで皆さん気になるのってそんな感じかなっていうところですね。あ、これね、あれ、文具女子、お、顔が映った。文具、メイクしてないすっぴんが映った。文具女子博パーフェクトガイドの、付録です。顔が映るのが怖い。さすがに今ね、家なんで、だらしない格好してるんで。で、旅する喫茶の私も知らなかったんですよ。今回の、チケットピアでのノベルティはこんな感じ。これでも多分2種類あるんで、私はその片方ですね。あ、でもよかった。私が好きな絵柄ばっかだ。モンララさんですね、多分これ。でも今回アントン・タントさんの絵柄もあるはずなんだよね。多分もう一個の方にの、アントン・タントさんもあると思う。けどそのためにはパーフェクトガイドを2枚買わなきゃいけ、あ、2個買わなきゃいけないんでね。まあこれでいいかなっていう感じですね。あとね、そうだ、ピンコイさんね、気になってた方多かったみたいなんで、これが何もしなくてももらえる、ファンブック、ピンコイさんのファンブックなんですよ。でこれにパーバッとあって、最後にね、このステッカーついてきます。しっかりとしたステッカー2枚入ってますね。アップと全身、これ限定柄の缶のやつのステッカーですね。これめっちゃありがたい。シャーロットちゃんですね。ジャパンって書いてある。これは嬉しい特典でございます。ただでもらえるね、ファンブックなんで、ぜひもらってみてください。そんなもんかな。なんか気になるのあります。あ、そうだ。一応ね、お知らせしとくと、これね、どこだったかな。これね、文具チャンネル .com&TS さんのブース、壁沿いにあるんですけど、右側の壁沿いにあるんですけど、そこに置いてあるこのマスキングテープジャンボリーのしおりパンフレットがあるんですよ。これもらっとくと、マスキングテープジャンボリー行く方、このチラシについてる引き換え券で、マスキングテープジャンボリーで限定の柄の
マステがもらえます。なのでこのチラシはもらった方がいいです。もしマスキングテープジャンボリー行く予定の方はね、そう、もらぜひ忘れずにもらってください。あのマスキングテープ後々もらえるんでね。2月と4月ですね。で、最後、じゃあ、購入特典いきますか。今回ね、3万5000円以上買わないと、この最高特典もらえないんですよ。ね、どんどん値上がりしてますよね。あ、字を間違えてない。わかりました。了解です。おやすみなさい。ありがとうございました。喉のケアね。しっかり水分取ります。あ、ちょっと待って、くしゃみが出る。ごめんなさい。くしゃみが出ちゃいました。失礼しました。ね、2万円以上買うと、この巾着がもらえます。2万円ね。なかなか、なんかどんどん鬼畜になってってますよね。ね、2万円以上でこちらの金額。で、3万5000円以上買うと、このクリアファイルと、あ、なんだ、クリアファイルと、しおり？なんだろう。クリアファイルと、クリアファイルセットとしか書いてないな。開けるしかないのか。開けてみますか。謎のものが入ってる。よいしょ。クリアファイルはね、今年は1枚だ。いつもね、2枚違う柄で入ってるじゃないですか。今年は1枚しか入ってなくて。え、嘘？ 1 枚じゃない？あ、いや、あ、あ、1枚だけど、あの、本みたいに開くタイプかも。ねえ、鬼畜。巾着かわいいね。あ、こんな感じ。あの、本みたいに開くタイプにバージョンアップしてますね。かわいいかわいい。うん。かわいいのはかわいいんですけどね。まあでも、わかんない。2枚あの、単純クリアファイル入ってるよりも、この形の方がかっこいいかも。うん。かわいいですよ。分厚め。3万5千円のクリアファイル。そういう言い方しちゃうともう元も子もないだいぶね。でもちょっと3万5000円買わないとノベルティくれないって結構厳しくないですか。あ、まあ2万か、最低だと2万だけど。マスキングタじゃ、かん、噛みすぎ。マスキングテープジャンボリーね、私も行く予定ですよ。一応ね、一応まあね、息子次第ですけど。で、なんかね、これが謎の薄いクリアファイル素材のカード。これは何、飾る用なのかな。ポストカードのビニールバージョンみたいな感じです。下敷きにしては薄すぎるしな。何なんだろうこれは。飾る用かな。しおりとして挟むにしてもちょっとこうぶっとくないですか、横幅ね。ポストカードのビニール版。そしてこれがね、あのプラスチックでできてるコースターですね。また不思議なものを入れてきましたね。コースタープラスチック、なんだろう、あの使い捨てのなんか、なんだろう、なんだっけな、なんかこれ触ったことある素材なんですけど、何に使われてるか今思い出せないんですけど、まあ頑丈ではないかな。でもまあ一応プラスチックはプラスチックなの。なんか紙とプラスチックが混ざってるような感じかも、多分。コースターですね。この3点セット。これが3万5千円のノベルティでございます。いや、なかなか鬼畜だよね。1000円買わないとノベルティ一番でかいのくれないんだもんね。T
巾着はね、薄々でもデザインは可愛いですね。はい、まあこんな感じかな、とりあえず。まあこれはね、一応行く前の、情報欲しい人用のね、ライブ配信なんで、まあまあまあこんな感じでどうですかね。他になんか聞きたいことあります？もうね、あの12時過ぎてるんでね、もう終わろうとは思ってるんですけど、もし最後まだ文具女子博について聞きたいことがあれば最後お話ししますけど、大丈夫かな。大丈夫ですかね。よし、じゃあね、またこのめちゃくちゃ買った購入品たちの詳しいご紹介はね、改めて動画で編集したいと思います。なので、ちょっと来週あげれればいいなと思いつつね、まだあともう一日文具女子博参加するのと、それこそ宇宙遊泳がねあるので、ちょっとね自信ないんですけど、あとねもう一個仕事があるんですよ、動画系で。なのでちょっとね結構今ギチギチ状態なんですけど、あの絶対動画にはしますので、楽しみにしていていただければなと思います。鬼畜なんだけど1000円足りなくて巾着だけで、うわー、それはそれ超悔しいですね。1000円だったらちょっと正直買い足したいですって言えないんですかね、やっぱり。まあまあね、あのスタッフさんたち明らかにアルバイトなんで、多分あのイレギュラーなこと言われるとパニックっちゃいそうですよね。記念にノートに貼っちゃおうかな。いいんじゃないですか。いやありがとうございます。こちらこそこんな夜遅くまで皆さん付き合っていただいて嬉しいです。皆さん最後にまだもしグッドボタンしてない方いたらね、ぜひしてください。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございます。ね、なのでまあちょっと頑張って動画編集もして、ね、アップしようかなと思っております。ちょっとね、スパチャまでしてもらってて、こんなこと本当は言いたくないんですけど、宇宙遊泳に関してはちょっと動画にできるかどうかの保証ができなくて申し訳ない、申し訳ないです。ただできるだけ遅くなっても動画にしたいなとは考えてはいます。よろしくお願いします。ね、購入品紹介頑張りたいと思います。はい、というわけでね、皆さん、長いお時間お付き合いありがとうございました。おお、ありがとうございます。嬉しい、始発からこの時間まで。確かにいや、もうなんか眠い限界を通り越してる気もしますね。まあ今日ね、すっごいアドレナリン出たんでね、帰ってきた時が一番あれ、体力なかったかもしれない。またこのライブ配信始まったら始まったで別のアドレナリン出てるんでね。ありがとうございます。よし、じゃあね、皆さん寝ましょうね。今日は無事に、そうですね、今日は終われるといいな。はい、というわけで、じゃあ私も寝たいと思います。皆さん、文具女子博これから行く人、楽しんできてくださいね。それではおやすみなさーい。バイバーイ。おやすみなさーい。よし、切るぞ。えい、お、終われそうです。バイバーイ。